FM93.0 AM1242 日本放送です。ナイツー The Radio Show。 江高先生、松本明子さん、お疲れ様でした。時刻はお昼の1時になりました。こんにちは、ナイツの土屋信之です。こんにちは、平野ノラです。さあ、ナイツラジオショーですけども、はい、のじゃ大変です。ですね、アナさんがちょっと体調不良ということで、今日はすいません、はい、アナさんお休みとなります。あ、そんな中、ね、今週から始まる、はい、プロ野球大好き芸人プロ野球大好きウィークということで、びっくりしますね。アナさん不在でプロ野球大好きウィークを迎えるという、我々で、はい、大ピンチです。大ピンチですかね。どうしましょう、ナイちゃん。これ今日なんかあの野球クイズの、ね、はい、出されたんですけど、さっきねちょっと、まあ、はい、あのナイちゃんもね、はい、そのプロ野球大好きウィークだから、うん、ちょっと勉強してきたんでしょうと思って、はい、あのクイズ出してました、はい。まあ、今日はね、あの竹山さんが来るから、うん、竹山さんの大好きな、まあ、ソフトバンクが今、はい、クパリーグぶっちぎり、ね、強い。じゃぶっちぎり最下位は今 どうでしょうっていうね、うん、クイズ出したんですけど、はい、のあちゃんがまずなんて言ったんだっけ、ヤクルトって言ったヤクルト、ヤクルトって言ったよね。で、まあ、ヤクルトも、まあ、ちょっとセリーグで苦戦してますけども違うんですと、うん、はい、違うんですね、そうなんです、あの、うん、パリーグのね、パリーグの方ですよって言ったら、なんて言ったんだっけ、ホークスそれソフトバンクです。ソフトバンクそれソフトバンクですね。それソフトバンクのことです。そんなレベルで、そうですね、大丈夫ですよ、プロ野球大好き、うん、それロメイシかな、ロメイシ、ロメイシはロメイシはそれ見たけども、古いやつで、古いやつは出てくるんだけど、ポンセも違います、ポンセも違います、違いますか、うん、で俺もそんな詳しくないからこれ詳しくない、詳しくない、ロメイシは何年ぐらいだろうっていうのがあんまりちょっとピンとこないんだよね。そうですよね、ロメイシュって、ね、巨人にいた人、あのそうだ、巨人にいた人ですね、うん、ね、うーん、で どこが一番弱いですか今は。あ、今でパリーグは西武ですよね、はい、ライオンズが、西武が今ねぶっちぎりで80年代めちゃくちゃ強かったですよ、西武80年代そう強かった、そのイメージあるでしょ、西武に勝てなかった、秋山、清原、これデストラーで、デストラーで、ね、それぐらいだと僕も分かりますよ、まあそうですか、それぐらいちょっとね大変だっていう話ですよ。あと私、あの、この間、巨人戦をチラッと、蕎麦屋で、うん、蕎麦屋のテレビで。蕎麦屋行ってんの、蕎麦屋行ってんの、蕎麦屋いつもテレ、うん、あの、巨人戦が、はい、堀さんが多分、ファンなんでしょうね。見たら、うん、巨人軍のユニフォームの名前がなかったんですよ。うん、あ、ユニフォームの名前、ユニフォームの名前がなかったんですよ。背番号の、背番号の、あ、上に名前がないんだ。上に名前がなかったんですよ。わかんない、知ってました？いやいや、それ、ま、もう今年からずっと亡くなって、あ、亡くなったりあったり、それどういうことなんですかそれ。そうだね、それちょっとわからない、すごいびっくりしちゃってね、え、それ今これ誰が打ってんだろうって、どういう意図で、うん、なぜそうなったのか、うん、非常に今一番興味あることです、平野。大体やっぱそうだよね、背番号の上に名前が書いてあるもんだもん ね、バレーボールも書いてあるでしょ、書いてありますね。え、で巨人とかもだけじゃなくて、今そのなんかもうプロ野球ってもうユニフォームコロコロ変わるから。そうなんですか。毎回あれこう物販で出すんだよ、物販っていうのか分かんないけど、その野球のやつ、そのユニフォーム、新しいっていうか、その日限定のユニフォームっていうのをこう選手たち着させて、はい、それでもその日ファンがいっぱい買う、買うでしょ、うん、色違いとか、いやでもな、復刻版とか、あ、復刻版とかね、そういうのがね、名前をあえて書かないっていう何の狙いなんだろうっていうのは非常に気になりますね。狙いとかあんのかな、それは。まあ、名前書かねえ、それがまあちょっと復刻版みたいな感じってことなのかもしれないですね。知りたいです、誰が知ってるんですかこれは。まあ、それはもうこの後来る竹山さんが知ってる、竹山先輩が知ってるわけですね、はい、竹山さんにだから今日聞く回になる、回になります、ね、プロ野球大好きウィークっつってますけど、そうです、ね、本当は花輪さんがそうプロ野球大好きなゲストを迎えてね、そういろいろマニアックな話をっていう予定でしたけども、ちょっと花輪さんいないので我々聞きましょう、それは。竹山さんちょっと今日は早めに来てくれるそうです。あ、よかったです。ちょっともう本当こういう時にね、いつも頼りになって、うん、もう何回も我々のね、ね、ピンチヒッターをやっていただいたりしました、ね、うんうん、竹山さんには今日ちょっともう、ね、またね、お願いしましょう。ありがたいですよ。まあ、でも、ノラちゃんとね、はい、先週金曜日。金曜日ですね、花金でね。花金の夜。夜に。一緒にね。食事をしました。食事しましたね。これが、なんと。なんと。2週間前に、この月曜日のラジオショーゲストに来た。はい。吉幾三さんと。そうですよ、吉幾三さんがちょっとぜひサッカーのご飯を一緒にご飯食べようよと言ってください。早かったですね、行動が。
そうですよ、もうゲストに来ても1週間ちょっとで、はい、その夜にもその夜にもあのスケジュール決まった、はい、ね、Cメールで来ましたよ皆さんね、Cメールで、はい、ね、来まして、Cメール確実ですから、はい、うん、で、ショートメールで来て、ね、あの花輪さんと、まあ、僕と奈良ちゃんと4人でね、はい、4人でね食事しました。美味しいお店、人形町の、ね、ちゃんとあのね、うん、何が食べたいか、お肉がいいか、そう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 、花がいいかっていうのもね、うん、こちらに委ねていただいてね、うん、で結果ね、花輪さんが魚がいいと、あ、そうなんだ、はい、花輪さんがね、花輪さんが魚がいいとなりましてね、うん、素敵なお店にね、行きつけですよね、あのよしさんの、いただきました。でね、もうずっとあのもうラジオでもね、はい、もうずっともうよしさん面白かったけど、うん、その中でもあのお食事の時もずっとこう喋ってられて、漫談からコントにしょっちゅう入ってましたよね、あの一人コントにちょっと歌も交えながら、ね、歌も交えながら、歌ネタも交えながら、すごかったですね、もうオンパレードでした、もうよし育三賞を聞いてるかのような、すごかったですね、昔の同じコント 3,4 回やってた時もありましたよね受けるから、受けるから、受けちゃうから、よしさんも受けるとあったらもうずっと受けるからもう繰り返し下りをやって、すごかったですね、表情とか、そう、とても面白かったけど、今度もなんでこんなね、はい、その僕らを、うん、もう会ったばっかりだけど、こうやって呼んでくれて、はい、こんな美味しいお店ごちそうして、はい、ずっとよしさんの漫談をね、こう聞かせてくれたのかと思ったら、うん、途中から、ね、え、これ、もう言ってた、初公開ですか、初公開です。あら、まあ、本当は花輪さんと一緒に発表したかったですけど、ね、そうですね、ビッグニュースですよね、これ。なんとよしさんが、はい、漫才協会入りたいと言うんですよ。びっくりしました。漫才協会に入りたいんだ、まだ2杯目ぐらいしか飲んでない、2杯目ぐらいの時に、そう、急に、どうなってるんだろうという。なんか、言ってましたよね。そう、なんかあの、お弟子さんのね、真田直樹さんは、はい、僕、あの、競馬の番組でご一緒した時に、はい、ちょっと言ってたんですよ。なんかこう、最近、純烈さんとかが東洋館出てくれたりとかして、うんうん、すごいあの、新しいお客さんもいっぱい来てくれて、はい、なんかそういうのちょっとできないかなと思ってるんです。つって、真田さんももしよかったら、みたいな、はい、あ、ぜひ、出させてくださいって、真田さんは言ってくれたんですよね、はいはい、でもなかなかちょっとスケジュール合わなくて、そうですよね、まあ、でも真田さんがね、そう出てくれるようになったら、そのうちなんか師匠の吉さんも誘ってくれないかななんて、なんとなく思ってはいたんですけれども、ね、はい、まさか自分から入りたいんだと、すごかったですよね、言って酔った勢いじゃないですよ、全然ですよね、もうあれでもいっぱい2杯、はい、花さんもなんか冗談だろうなっていう感じで話してたら、もう最終的にはだってね、うん、最終的にはだってその場で花輪さんに会費払ってましたからね、会費払ってもいらねえよお釣りなんていらねえから1万円で8000円だからね、会費が8000円、年会費が8000円だから、そうですよ、1万円 でお釣り渡して、ずっと言ってましたね、はい、俺だってできるんだもん、できちゃうんだもんできちゃうんだもんだから、そのあれですよ、その純烈みたいな、その歌のコンサートを東洋館でやるっていうんじゃないと、うんうん、浅草公会堂とかね、そういう大きいところでは、はいはい、ぜひ漫才協会と一緒にコンサートやりたいって言ってくださいましたけど、うん、いやでも会員になったらやっぱ東洋館出ないといけないんですよって、東洋館その音響施設とかもちゃんと知ってないし、ね、って言ったら、もう俺はもう漫談で出るんだと漫談家として漫談とモノマネの言ってました漫談モノマネ、漫談モノマネ、よし行くぞ、漫談モノマネで出るんだって、出るんだって、はい、もう堅くなに言ってましたね、はい、でなんなら歌になったらちょっとお金上がっちゃうから歌はやらないんだ、うん、そこのプロ意識がしっかりしっかり、やっぱ東洋館では歌わない、東洋館では歌えないっていう、漫談家としてやると、俺の本職は歌があるから、うん、俺は歌があるから、うん、お金はいらないんだと、うん、だけど漫談モノマネはやりたいんだという、やりたいんだと言って、すごい強いハートで、すごいハートでしたね。でももう本当にその場はもうよし行くぞ漫談ショーで、うん、めちゃくちゃ面白かったですから、はい、あ、もうこれも見せつけられましたからね、俺できるんだと。でもあのレパートリー古くなかったですかあの、ま、ちょっとモノマネのレパートリーにはちょっと疑問ありました、ちょっともう、はい、誰がいましたっけ、まあ、本当にあれですよね、お久しぶりです、まず井上陽水さんですね井上陽水さんができると、井上陽水さん、松山千春さんができると、はい、あと言ってた人たちは僕正直もう見たことない人たち、分かんない、聞いたこともない世代がちょっと上すぎて、昔のもうあの、まあ歌手の方とか、はい、俳優さんとかね、はい、そのモノマネができるっていうことで、うん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 、すごい自信でしたから、すごかったです、なんかもう構成とかもね、なんかいろいろ考えられていてね、うんうん、15分
なんですか、時間大体。東洋館大体、まあ、出たら、まあ、師匠クラスで15分ですけども、もう全然できると、ね。絶対嫌でしょ、吉さんの後。そうなんですよ。絶対ですよね、出番。やっぱでも漫才大行進だから、はい、やっぱその漫才を取りにしなきゃいけないですよね。そうですよね。そうなると、やっぱもう、まあ、吉さんの後に我々も出なきゃいけないし、うん、おぼんこぼんとかね。はい、中にはやっぱ一歩三歩の時もあるかもしれないです、鳥が。よし行くぞの後一歩三歩って回、うん、もあるかもしれない。復活したから一歩三歩ね。そうですよね。アッパー60でだから、いや大変ですよこれ。吉さん出るようになったら本当に、でも本当に出たくて今日来たんだって、もうそのつもりで来たんだって、この話がしたくて、満喫入るって話をしたくて、そうですよ、呼んだんだって。これないですよ、ちゃんをつって、年間8000円、8万じゃなくてって言ってましたよね。言ってました。安って、はい、めちゃくちゃお金持ってるからって、お金持ってるから、はい、そうお金持ってるからお金はいらねえんだっつって。いやまあすごいですよ、ちょっともう大物すぎて、そうね、逆にだから花輪さんがすごいちょっと、うん、なんだろう、はい、いつもはいろんな芸人に入ろうよとかでも軽くノリで言って、はいはいはい、あじゃあもう来月からねみたいな感じでトントン決まるんだけど、はい、花輪さんがやっぱ人一倍警戒してましたよ ね。そうですね、やっぱ会長としてなんか、はい、乗っ取られるんじゃないですか最終的にね。そうなんじゃないですか、やっぱりこのままよしプロダクションに乗っ取られるんじゃないかって。そうですよね、あまりにもなんかフットワークも ね軽かったんで。でも昨日の営業先で一緒になったお盆師匠にも、はい、もう花輪さんもちょっと話してたみたいですから、はい、多分着々と、まあ、吉さんを漫才協会に行って話はそのちゃんと進んでるみたいな。問題なくですか。ああ、すっごいもうどうすごいですね。めちゃくちゃ楽しみですよ。でも吉さんが漫談モノマネで出るの。どうします？滑って急に歌い出して。ゲロ滑りして、ゲロ滑りして雪グーニーって歌ったらどうします？急に。もうたまらず歌い出した。たまらず歌い出した。歌い出したら。それもやってもらいましょう。それもやってもらいましょう。それも面白そう。それもやっぱり真の二刀流としてのやっぱ登竜門ですから、それはね、自分でやっぱもうモノマネ漫談でやるって言ったんだから、うん、これはもうちょっと豊川の舞台ちょっと何ヶ月後になるか分かんないですけどね、はい、ぜひちょっと実現したいなと思います。いやーすっごい新しい風がどころじゃないですね、本当にね。そうだね、でも楽しくね、楽しくね、それで、はい、飲んでて、うん、でその後、はい、次土曜日ですよ、はい、土曜日がは割とスケジュールがちょっと詰まってて、うんうんうん、まあ、朝からまあ赤坂ラジオがあって、はい、でその後、土曜日はそうだな、 IMM シアターって、はい、水道橋にある、はい、新しい劇場で漫才サミットがあったんですね。あ、そうですね、高田先生もいらっしゃった、中川家サンドイッチマン、はい、そう、ナイツのやつ、うんうんうん、高田先生も1本目見に来てくださって、はい、でそこで、日本公演、2回公演、2回公演漫才サミットね、はい、でやって、うん、もう夜8時半とかからまあ打ち上げ、はい、やって、うん、でその後すぐにまあ打ち上げ途中で切り上げて、はい、フジテレビ行って、あ、そうでしたね、で27時間テレビに出たんです。そうですね、向上委員会、そう、それで1、あ、それがまだ夜中2時近くまであったから、あ、まあ、ちょっとやっぱそのスケジュールもあって、花輪さん、ちょっと疲れが出たのかなっていうのも、ね。そうですね、翌日も早かったですもんね。そうですね、翌日は熊本ですから。熊本に早坂営業。ねえ。27時間テレビが、はい、あれだったんですよ。そのなんか27時間テレビの中の向上委員会、はい、お笑い向上委員会。うん、でそこでまあ、さんまさんがいたから、はい、さんまさんに、まあ、ちょっと IMM シアター。IMM シアターってさんまさんが作った劇場というか。あ、なるほど。そう。はい。なんか DM って言ったかな、んとかマネージャーっていう、その中、役割で、さんまさんがもうこけら落としから、こう、キャスティングとかをこう、ちょっと。そうなんですね。で、一回、ナイツとサンドイッチマンで、はい、さんまのまんまにゲスト出た時に、はいはい、その IMM シアターの話をされてて、はい、あ、じゃあ漫才サミット出てくれへんかって、そのさんまさんが言ってくださったんで。それで、そうなんですか。僕らもね、はい、ちょっと昨日、土曜日は出させてもらったんで。それもだからすぐにね、さんまさんに向上委員会で報告できて。はい、言ってましたけどね。そのだからさんまさんがもう時間がね、もうとにかく、はい、まあなくて、はい、まあ生放送だしバタバタしてるからで、うんうんうん、僕らも27時間テレビの向上委員会初めて出たんですけど、はい、なんかコスプレするんですよね、あれね。
でも補助委員会の面白いですね。生放送の時だけなんかコスプレしてますよね。確かにしてますね。何度もその VTR でよく出てた、はいはい、TKO 木下さんの柏餅とかなんかああいうのとかなんとなくね、はい、見たことある人いますね。確かにいますね。ああいうのって大体27時間ってその生放送の工場委員会、うんうん、で今回のコスプレがよくわかんないですよ、はい、学園祭っていうテーマで難しいですね。難しいでしょ、はい、で27時間テレビ全体 の、 あのなんかメインパーソナリティがあの新しい鍵っていう、はい、霜降りとか花子とか、はい、あのチョコプラのね、うん、でそれがあのいつもこう学園祭、学園祭じゃんってあれなんか学校の中でかくれんぼみたいなそうだね、はい、学校に いつも行ってる子なんか人気だから、はいはいはい、だから、まあ、今回学園祭っていうテーマでコスプレだったんだけど、はい、そのみんなバラバラだったから、はい、なんていうのね、だからさんまさんは、まあ、その学生時代にしてた格好とかあれ本当すごいですよね。見た、ちょっとあの冒頭 の、 あのみんなのコスプレだけ見させてもらいましたけど、さんまさんすごいです ね、 ね、あれが番長だっていうんだよね。そよく見て白 い、白い長靴履いて、黄色い手袋して、うん、そうそう、黄色い手袋は軍手してっていう、そうでしょ。で、なんとこれ安子とかはあのなんかライスバーガーとか、それとか学園祭で出てる料理なのかな、はい、たこ焼きとかもねいましたよね。そう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 、さんの、はい、で花さんは清水邦明さんとこれ一番わかんないんだけど。今 どっかの学園長みたいにやってるから一番似合ってましたけどね、なんか一番似合ってた、ね、しっくり衣装が着てましたけど、ね、清水邦明さんね、はい、上手に、はい、やって、はい、で僕がやったコスプレがその学園祭にまつわる話をするから、はい、学園祭で全然食べないジャイアントシロタっていうのをやったんですよ。ジャイアントシロタさんのコスプレをして、あれカレーライスですか、あそのでっかいカレーライスもあれね、カレーライス持ちながら小道具作ってもらって、はい、でやっと結構あのクオリティも、いや私でも一番似てたでしょ、似てましたし一番面白かったと思います、うん、あ本当、はい、学園祭で全然食べないジャイアンツシロそれが実話なの本当に。そうですよね。それを説明する時間がもう全然なかったから、なんかただジャイアンツシロタさんが学園祭で手抜いてるっていうのだけをね暴露してるみたいになるけど、そんなことないですよ、すぐ実話だなっていうの分かりました。分かった、はい、本当に、はい、もう24年ぐらい前です、はい、もうデビューして一番最初の学園祭の営業に我々ナイツが呼ばれた時に、はい、一橋大学の学園祭のその大食い大会の司会だったの我々が、その時のゲストがジャイアント城田さんで、はい、まあちょっとわかんない、体調が悪かったのか、うん、本当にただ学園祭なんて呼んでいたのかわかんないんだけど、カレーを、カレーライスを、1.5 人前ぐらいでディキムアップしたんですよ。城田さんが。城田さん対学生みたいな感じでやったんですけど、もうすぐリタイアして、ちょっと、陽気なアメフト部が優勝したんですけど、その時は。ちょっとなんかあったんすかね、ちょっと。なんかまあ、その時はね、ちょっとあった。もうでも、もう20何年前、その時ももう大人気ですから、ジャイアンツ城田さんもね。だからもう学生たちも楽しみにして、はい、もう相撲部とか、はい、もう野球部とか、ね、みんな体育会系みんなよもう後ろに控えてやってたのに、はい、もう一人目のアメフト部に負けちゃったから全然食べないじゃんっつって、全然食べないじゃんっつって、その後司会だから全部繋がなきゃいけなくて、うわ大変やってっていうことがあったので、それでまあ選んだんですけどね、あれはね非常に面白かったですね、やっぱり良かったです、その説明はもうする時間はなく、まあ、あっという間にもバタバタと終わりましたね。そうですね。うん。で、それがまあ、1時半ぐらいまであって、はい、で、その後もう羽田のカプセルホテル泊まって、うん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 、で、熊本ですね。熊本に行って。で、昨日行ってきました。早坂営業ですね。早坂営業行ってきました。はい。メール来てますね。メール。はい。はい、熊本の早坂営業に参加しました。今回は最前列のど真ん中で見させていただきました。雷の暴力ネタから、うん、根津さんの優しいネタ、うん、ドブロックの下ネタまで大変笑わせてもらいました、はい、やっぱりナイツの二人は最高ですね。いつものお薬ネタは分かっているのについつい笑ってしまいます。前日の夜中テレビにナイツの二人が出てるのを見てびっくりしました。あれ、うん、明日は熊本の早坂営業のはずだけど、なんでテレビに出てるんだろう、体力的にきつくないですか。今回の熊本はどこか町ぶらしましたか、また九州に来てくださいという朝倉の柿大将さんですね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。熊本もすごいお客さん入ってました。ええー。もう大盛況で、うん、
で僕が、はい、昨日熊本でちょっと1本目と2本目の間行ってきたのが、はい、また美術館行ってきた。あ、この間も行かれましたもんね。そう、この間村上隆展が京都でやってる、うんうんうん、はい、まあ僕の村上隆さんの有名だから、はい、それ行っとこうっつってみんなで7人ぐらいで行ったけど、はい、昨日はこの長写実って言いまして、これね、本当にその僕金曜日に中川家さんのラジオに先週、はい、先々週から出た時も言ったんですけど、はい、今僕絵を習ってるんですよね。そうでしたよ、はい、ね、もう本当に生まれて初めてちゃんとこうなんか、はい、習ってみようと思ったきっかけがこの長写実だったんですよ。あ、そもそもそのきっかけ、そうなんですよ。あ、そうなんですね。なんかその、まあ、僕の絵も割とこう、まあ、写真みたいだねって言われる、はい、そのリアルな絵を描くんですけど、ね、でもまあ、うまいって言われて調子乗ってたんですよ、うん、そしたらなんかの、ね、ニュースで、はい、今長写実っていうのが来てるって言って取り上げられてて、はあ、それ見た時にもうびっくりしてこれ今日ちょっと何個かね、パンフレット見てびっくりでしょ。いや、もう私のパンフレット渡されて、うん、あ、写真だか誰かアイドルの写真集でも、うんうん、そうそうそう、写真集かなとか見てるのかなと思ってもらって、これ油絵だよって言われてびっくりするんですよ。これがびっくりしました、ね、油絵なんですよ。でこれが今すごい、はい、結構人気で長写実でこういうのがあると。でこういうのはもうちょっともう化け物だから、もう絶対俺に無理だって思ってたら、うんうん、皆さんこの長写実の作家さんが言うのが、はい、まあ、本当200枚300枚書いてこういうの書けるようになったとか、もう半年かけてこういうの書くんですとかって言うから、う、あ、じゃあ俺もちゃんと習って何百枚も書いたらこういうのは書けるようになるんじゃないかなって思って絵を習おうかなって思い始めたんです。そうなんです、油絵ですもんね。油絵を始めて、その油絵もやるようになって、でもこのなんか作品集みたいな、皆さん一人一人がすごい人数の作品が載ってますけど、このレベルこんなにいるんだみたいな。あ、そうそうそう、めちゃくちゃいるん。そうですよね、これを描ける人たちが、あ、すっごいいる、めちゃくちゃいるんですよね。そうで、皆さんがそう、やっぱもう本当に努力の成果だって言うから、じゃあ俺も習おうって思って習ってたら、うん、ちょうど7月12日から、先週から、はい、この長写実のもう美術のもうトップクラスの絵たちが全部熊本に集合してたんですよ。すごい導かれるように、すごい偶然、本当ですね、導かれるようにでしょ。ですね、初めてこれ長写実の絵をこれ生で見られるって言って、どぶろっくの森くんと一緒に行って、はい、森くんも昔美大目指してた時があったんで、本当写実的な絵を描く人なので、うーん、前回の村上隆はもう7人ぐらいでワイワイ行きました。ユッティさんとか ね、 そ う、 ですね、そういうちょっとふざけた人も連れてきましたけど、色物もね、はい、色物連れてきましたけど、ね、今回やっぱちょっと長写実はそういう中英とか行きたいっつったけど、もう断って、多分サブで、ね、サブで飽きるからね飽きるから、うん、ちょっとふざけると中英はもう来なくていいっつって、うん、超ふざける、超ふざけるですから、うん、長写実じゃなくてね、超ふざけるやつ、超ふざける人だから、うんうん、それも連れてかずに、もう森くん、うん、もうガチ勢だけで、ガチ勢2人で行ってきました。もう結構いたんですか、時間2時間半ぐらい見てたかな。え、2時間半もそんな空いて、時間あったんですね。いや、もうでもギリギリ、もう本当1本目終わってすぐ行って、はい、でもうドブロックとナイツはもう最後の方だから、もう一番もうそのギリギリまで行って、もっと痛かったですか。もっと痛かった。あ、じゃあもうじっとこう見て本当に1枚1枚、はい、何十分でも見られる、すごいですよね。これは、まあ、長写実で、もし見られる方は、はい、ちょっとなんか調べてほしいんですけど、これはまた本物見るとすごいでかいんですよ、うん、すごいでかい、もうこのスタジオの壁ぐらいあるやつとかあるんですけど、それが、まあ、一見写真に見えたらやっぱ近づいていくと、うん、結構ダイナミックに筆の形が見えたりとかしていくんだよね。その近づいて、あ、今絵画になったっていう瞬間が、うん、その、絵によって違う、うん、だからみんな絵の前で、はいはい、こう前後してる、ああ前後ろ前後ろって、昔の武井さんみたいにこのあのこの呼吸しながらみんなこう前後しながら見てるっていう、だからこれ言われなかったらわからないですよね。そう、本当にこれ絵なんだよってちゃんと言わないと、うん、写真だと思っちゃいますもんね、絶対わかんないっていう。でもすごいですよね、この血管の、人間の血管のこの、そう、血管とかすごいですよね、ちょっとこのブラウスとかのこう透けてる加減とか、はい、シワとか
これが練習したら、はい、かけるっていうので、騙されたと思って僕今習いに行ってます。だから画力もそうですけど、なんかこう、うん、この捉える力みたいなのも必要ですもんね。そうそうそう、やっぱ 目が、だから描くときも多分ね、あの引いたりしながら何回も何回もこう遠くで見ながら描くんだと思うんですけどね。いや、それが美術館も行けました、はい、昨日は、メールね来てますけれども、はい、リアクションですね、うん、ラジオネーム中介さん、はい、ラジオショー的にはカンニング竹山さんといえばピンチヒッター、うん、ピンチヒッターといえば竹山さんといった印象でしたが、まさかの今日もピンチヒッターとして登場、ピンチが竹山さんを呼ぶのか、竹山さんがピンチを呼ぶのか、セリーグのゲーム差のようなスリリングな放送を楽しみにしております。確かにそうですよね、はい、ということで、はい、ちょっと予定より早いですが、あ、なんかもう竹山さんが、あ、竹山さんだ、こんにちは、こんにちは、こんにちは、来ましたよ、ありがとうございます、来ましたよ、すいません、ピンチヒッターとして急遽、ね、はいはいはい、ありがとうございます、プロ野球大好きウィークなんですけども、ありがとうございます、ありがとうございます、おはようございます。ゲストで虹の時代に来る予定だった竹山さんに、はいはいはい、来ましたよ、入ってきていただきました、はい、どうも、今日俺何気にもラジオ2本目だからね、これ、そうですか、そうなんですか、俺月曜日ほら、あの、あっちで浜松町でやってるから、ああ、そう、今浜松町でやって、もう一個カンテレの仕事今してきて、はい、ほんでこの時間でもう常に3本目だからね、仕事すごいですね、すいません本当に、いやいやね、あの花君からもさっき、あの、車に来てる時 LINE 来て、 LINE 来ました、お願いしますっつって、もう全然もう任せなさいと、ちょっと、ね、いうことで来ましたけど、はい、ただ内容が、はい、野球でしょ今週、今日野球なんですよ、また野球がもうちょっともう分かんなすぎて、そうだよね、今だってもう美術の話しましたから、そうだよね、はい、アカデミックな方に行ってましたんで、車で聞いてきたのよ、はいはい、だからノラちゃんの疑問、はい、あのジャイアンツの名前がないっていう、そうですね、あれはなぜかっていうと、あれは去年から今年からかな、ジャイアンツというチームはもともとメジャーリーグで、ニューヨークヤンキースってわかる、ピンストライプの、はい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 、メジャーリーグでニューヨークヤンキースが名前をつけてないの、あ、そうなんだ、伝統的にね、他の球団はメジャーでもつけてるんですね、レッドソックスつけたかな、 なんか他はつけてるんだけど、ヤンキースは行く、ヤンキースという決まり、名門ということで、それヤンキー個人じゃなくてヤンキースの一員ですって、ヤンキースで戦うんですっていうのがあってつけてないのを、なるほど、巨人軍も、はい、今年か去年かな、はい、からそれを習ったわけよ、個人じゃないと、ワンチームだと、はい、なんか英語があったよ、なんとかかんなんかこう、みんなで戦うみたいな、キャッチフレーズがあって、そういうそれのもとに名前をつけてないっていうことになったんだけども、うん、はい、これ賛否あって、うん、例えば、まあ、これ僕の個人的な考えね、はい、WBC あったじゃん、はいはい、大谷を来て野良ちゃんあたりも、もちろん見たでしょ、大谷 WBC よね、だからそれで野球好きな人も増えたでしょ、はいはいはい、女の人でも男の人、新規のね、新規のファンが増えてきて、でその人たちが野球見るようになったのに、うん、さっきの野良ちゃんの話と一緒で、はい、巨人戦見てたら誰が誰か分かんないと、だからそれはチャンス逃してんじゃないのっていう、なるほど、せっかくね見に来た新しい人たちが、はい、それで分かんなくなっちゃって離れんじゃないかと、そうだからそれも僕の個人の意見としてはあるわけ、なるほど、ファンのためにつけたらっていう、いやいやいや、それは、まあ、の読売巨人軍はやっぱりこう伝統もあるから、まあそのね、こう名前を外すこだわりの話もね、そうそうそう、なんとなく分かるけど、それもありますよっていう、なるほど、でもこれを君は漢字で書くとかもありですよね、うん、漢字で書く、漢字でも いけないこともないですよね、いけないこともない、いや、多分、まあまあまあ、台湾のチームとかどうなんだろうね。ああ、そうですね。まあでも、ちょっと硬いよね、感じっていうのはね。でも、あの、高校野球とかね、はい、もう名前も入ってないし、もう本当、あの、貼ったゼッケンだけで、そうそうそう。まあ、やってますし。そうか、高校野球やっぱりほら、チームだし、あれ、高校野球っていうのは、うん、基本的に教育だからね。そうですよね。あ、教育。部活動だから。なるほど。部活動ってのは教育の一環だから。ああ、そっか。個人名誉っていうのはないわけですよ。あ、確かにそうですね。ヤンキースを見て、そう、ヤンキースのピンストライプっていう伝統的なストライプのさ、ピンストライプっていうの。ユニフォームだから、これはちゃんと解説してもらってよかったよ、竹山さんに、っていうのがさっきの疑問です。スタジオではその、はい、その日によってあの、それがな、あるないとかっていう話は、ワッペ取れちゃったのかなみたいな、その日によってはないんです、取れちゃう、アプリケアプリケでやってないですよ、プロ野球は強かったのかなと思ったよ、アイロン弱かったのかな、そういう付け方じゃないからね、お母さんローメイシの名前も久しぶり聞いたしね、ローメイシ知ってんだ、その辺のね、コーナーも知ってる、あの時代ね、その辺の外国人選手はすごく詳しいですよね、ノエちゃんね、あとコンセね、コンセも言ってましたけど、コンセもいたね、シティっていうのもいたしね、全然知らないと思うけど、俺が一番好きだった選手はあのバナザードっていうね、バナザード南海ホークスにいたんですよ、まあ荒くれ者、荒くれ者ね、もうすぐ喧嘩しちゃう、バナザード面白いっていう人がいたんですよね、昔でも打つんですか、
そこそこね。そこそこなんだ。喧嘩するのにそこそこなの。そこそこなんだ。昔はちょっとこういろいろ個性が多い人もいっぱいいましたよね。確かに。外国人選手でも日本人選手でもさ、投げておたけびとか。ああ。ワニ食ってるやつとかいましたよね。パパリッシュ。パパリッシュ。ホーナーじゃない？ホーナーか。ホーナー。ヤクルトにいたホーナーがワニ食ってなかったっけ？ワニ食ってるやついた。そうそうそう。面白いですね。そういう選手がいっぱい昔いたんですよ。やっぱほら、芸人と一緒で、今の野球選手もみんな、だいぶみんな、おとなしくなってきたというか。そうですね。ね。ね、やっぱコンプライアンスがあるから。そうですか、野球。だから、ほら、この、この、スケートにもあるんですか。週末、粗品みたいなのが出てきたらみんなが湧くっていう。いいことよ。粗品で持ちきりですからね。そう、あれはね、いい、芸人としては俺いいことだと思うよ。あんだけ注目をね、そう。集めるってできないですよ。ああいう若いやつが出てこないとね。そうですよ。でもあんまりほら、ラジオであんまり言ったら俺も老害って言われるから。老害で結構なんだけどね。すぐ飛んできますから、それもね。いや、だから今日はちょっと竹山さんに、ま、野球のこと教えてもらいながら。俺もそんな詳しいわけじゃないのよ。いや、すごいですよ。明日からのメンツ見るとね、プロの方もいっぱい、佐々木さんみんな来るから。佐々木さんはね、そうですけど。そう、俺なんか言えば言うほどもずっと俺なんかホークスファンだけど、ずっとホークスファンにもビジネスファン、ビジネスファンって言われてて。そう、だから前回来た時に言ってましたよね。そんな割と新規じゃないですけど、ソフトバンクになってから。ですね、そうです、そうです。大英時代までは違ったっていう、うん、そうじゃないんだけど、ソフトバンクになってからやってるんだけど、うん、なんだろお前が語るなとかさ、あの X によく書いてあるよ。俺が番組とかソフトバンクファンで出たらさ、はい、お前じゃねえ、花丸大吉だとか。なんでこいつが出てくんだとか。いっぱい書いてある。そういうところ言われながらでもね、とかって。頼まれてやってんだけどね。大好きで来てくれて、ピンチヒッターで来てくれましたから。今日はちょっと竹山さんと野球教えてもらいながら、やっていきますので、どうかちょっとよろしくお願いいたします。はい、それでは参りましょう。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready? The Radio Show! さあ、改めまして、ナイツ・ザ・ラジオショー、今週もよろしくお願いいたします。お願いします。ここで気象に関する情報です。ニュースデスク、後藤さん、お願いします。はい、お伝えします。東京・奥多摩町に土砂災害警戒情報が出されました。東京・奥多摩町に土砂災害警戒情報です。降り続く大雨のため、命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない、非常に危険な状況です。崖の近くや谷の出口など、土砂災害警戒区域等にお住まいの方、市区町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。奥多摩町に土砂災害警戒情報です。ここは全然降ってないですけど、かなり向こうは大雨で、電車も止まっているような状況ですので、はい、大変だ。お住まいの方十分にご注意ください。以上、気象に関する情報でした。はい、後藤さん、ありがとうございました。さあ、今週はプロ野球は、前半戦が終わり、明日あさってがオールスターゲーム。そうですね。前半を振り返るとともに、後半戦に向けてもっともっとプロ野球を盛り上げようということで、今週のナイツ・ザ・ラジオショーはプロ野球大好きウィーク。はい。初日の今日はソフトバンクホークス大好き芸人カンニング竹山さんがゲストです。お邪魔しております。ね、よろしくお願いいたします。お願いします。今日のメールテーマはこちら。ここで〇〇します。とにかく何でも。はい、昼時に恐縮なんですが、かつてエンタの神様で出演したカンニングさんがネタの途中、竹山さん、突然ここでうんこをするぞと、でズボンを下ろしてしゃがみ込む。ごめんなさいね、昼時。はい、スタッフに引きずり出されるという事態にちなんで、はい、ちなむものが最悪ですけどね。当時必死だったの俺も。必死でしたね。誰が売れるか、誰が売れるか、売れたくないわって言いながら、売れたくて売れたくてしょうがなくて、最終的にはケツ出すっていう。いや、本当です、はい、僕らが最初に出たオンバトでもケツ出してました。ケツ出してました。はい、何かさんね。そんな中、あなたが想定外なところでやらかしたことや、やろうとしたこと、こんなところであんなことをしている人を見たという目撃談を今日は皆さん送ってください。はい、ということで、そうですね、あとは飛行機の中で出産しましたとか、すごい、球場で結婚式挙げましたとか、学校の校内放送で告白されちゃいましたなど、すごいね、それも、はい、いろんな場所でのいろんなエピソードを送ってくだ
ください、はい、その他竹山さんへの質問や番組の感想、はい、漫才協会ニュースや頑張る人応援しましょう旦那のブチ川柳の投稿もお待ちしております、はい、受付メールアドレスは rs@1242.com rs@1242.com いつものように抽選で5名の方にラジオショーオリジナルサインペン月曜日は赤をプレゼントします。それではナイツラジオショー今日も3時30分まで生放送です。山、斜面地を売るなら TR コーポレーション。管理が大変で困った土地を売るなら TR コーポレーション。不動産売るなら TR コーポレーション。横浜で開発、造成20年の信頼と実績。卓量建設グループ。TR コーポレーション。で、今すぐ検索。カンカン、キンカン、キンカン、コン。かゆみにキンカン、じくりでキンカン。さっとひと塗り爽快感金柑金柑塗ってまた塗って肩こり腰痛にも塗って金柑は使用上の注意をよく読んでお使いください。詳しくは金柑で検索。お客さん泊まるの？困ったわ。お布団が足りない。大丈夫だよ。山下からレンタルすればうちの会社の寮でも使ってるよ。シングリース販売リネンサプライまで安心と安眠をお届けします。お電話一本サクオッケー。布団のことなら山下シング。03-3794-1411。カメラを高く売るならカメラの北村。出張買取のお電話は0120-157-999。この157999に何とか語呂がつけられないか考えてみました。イゴナクッククー、イゴナクッククー。出張買取はカメラの北村。キャッシングカードローンの過払い金は中央事務所で返金手続き。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。過払い金とはカードご利用時に払いすぎた利息のことで、手続きをすると取り戻せます。皆さん過払い金誤解していませんか？クレジットカードに過払い金はない。利用が少額だと過払い金は出ない。それ誤解です。過払い金が少ないと手続き費用の方が高くなる。それも誤解です。家族や職場に知られる。必ず信用情報に影響する。全部誤解です。実は皆さんに身近なクレジットカードにも過払い金が発生していました。現在お手元にカードや書類がなくても手続きできます。まずはあなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのかご確認ください。過払い金の無料確認ダイヤルは 0120-10-10-10-10-10-10。 おかげさまで開局70周年笑顔になあれ日本放送。ここで日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの橋山さんお願いします。はい。首都高速道路は5号線の上りが故障車のため渋滞しています。5号線の上りは熊野町ジャンクションの手前に乗用車が故障して止まっているため8キロの渋滞です。4号線の下りは外苑で乗用車2台の事故のため3キロ渋滞しています。その他の状況です。圏央道の八王子ジャンクション方面に向かう外回りは海老名インターに大型トラックが故障して止まっているため1キロの渋滞。さらに神奈川県の相川トンネルで乗用車が横転した事故のため3キロ半渋滞しています。日本道路交通情報センターの橋山でした。橋山さんありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分頃お届けします。ここで電車の情報です。東海道新幹線は現在名古屋駅と浜松駅の間で運転を見合わせています。また運転している区間も大幅に本数を減らして運転をしています。 JR 東海によりますと今日中の運転再開のめどは立っていないということです。ご注意ください。以上日本放送交通情報でした。ベリーベスト法律事務所よりアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方へ最大1300万円の賠償金、もう受け取りましたか？1958年から1971年の間に工場で働いた方、出入りした方、運搬した方は救済の可能性があります。対象はアスベストの製造工場のみならず、自動車、
機械、電化製品、各種部品の工場などいろいろ、遺族の方も救済の対象です。大体の職歴と病状が分かれば、いくらもらえるのか無料で確認できます。お電話は 0120-70-7000番、70-7000番。第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。ZOOM! 辛坊治郎ズームそこまで言うか。ゲストは明治大学教授の海野素央さん。トランプ前大統領の暗殺未遂事件が今後のアメリカ大統領選挙に及ぼす影響を考えます。ズームは今日午後3時半から。絶対聞いてちょうだい。日本放送続いてはこちら、漫才協会ニュース。ありがとうございます。あれ何も知らない。急にここ読めって言われて、指でここって言われて、ありがとうございます。すいませんね、対応していただきました。はいはい、一般社団法人漫才協会所属芸人たちの最新動向や協会内で問題となっている話題などを紹介しています。はい、早速いきましょう。はい、まずは今月12日に栃木県那須塩原市の水田で色の違う苗を使って巨大な絵を描く田んぼアートが公開されました。今年で14年目となるそうですが、今回のテーマはおむすび。水田に描かれたのは美味しそうにおにぎりを食べるお笑いコンビ U字工事の2人。制作した農家の中野時雄さんは、例年より苗の色づきが良く鮮やかな作品になった、県北産の米も、興味を持って食べてもらいたいと U字工事の2人に負けない笑顔で売り込んでいたそうです。なおこの田んぼアートは9月下旬まで見られるそうです。これも田んぼアートもすごい芸術ですよ ね、 ねえ、いいなあ、こんなの作ってもらって。そうですね、やっぱりさすがですね、U字工事、やっぱ栃木ですごいね、ここまでやってもらう。似てますね。似てる似てる。で、その田んぼをやっぱ真上から見ることできないから、うん、ちゃんとこう斜めから見て、普通に絵に見れるように遠近法を使って植えるんだよね。そうだから斜めから見てちょうど U字工事が普通に見えるように、普通に見えるような形、計算して植えていくっていう。そうなんだ、田んぼアートって。田んぼアートってすごいですよね。クオリティ高いけど、全然今日初めて知ったの。今日朝かなり新聞とか、はい、まあ、番組の都合上読んでたんだけど、なんかのラジオ局で。いろんな時事ネタがね、やりますから。いろんな見たけど、初めて見たの、これ。これどこのニュースでも扱ってないですよ。浜松町では今日1個も出てこない。1個も扱ってないでしょ、これね。はい、ホワイトボード2枚ぐらいに今日のニュースがバーッと書いてあるんだけど。いっぱい一個もなかったよこれ。重要じゃないからです。何せこれは。で、タンバーアートのニュースでした。ありがとうございます。さあ続いてはこちら。今月3日、漫才協会所属の若手コンビ、ウーデンガーデンの藤田匠さんが、SNS で、急ですが、本日をもってウーデンガーデン解散いたします。理由は詳しく言えないのですが、急な解散でさせていただければ、と、コンビ解消を発表、波紋が広がっています。また怖い怖い、この解散を受けて、先週土曜は新宿風で、パラダイムシフトや、爆弾世紀末、ドルフィンソングといった漫才協会所属若手が、急遽企画した、どうする藤田匠を励ます会を開催。解散の真相を知りたい大勢の客が詰めかけ盛り上がった模様です。絶対いなかったと思いますよ、大勢のお客さんは。絶対いなかったと思いますけど、これも浜松町で扱ってないですよね、もちろんね。浜松町で一個もやらなかったですね。でしょうね。でもこれ藤田匠を励ます会まで開かれるってことは、はい、これよっぽどよっぽどのことだということですよね。このやっぱ若手の中では。どうしたんだ藤田匠、ウーデンガーデン急に解散ということですけれども、これはそうですね、ウーデンガーデンの解散は知りませんでした。ウーデンガーデンは知ってるってことでしょ。ウーデンガーデンは知ってます。藤田君の前の相方が、はい、一応ナイツの弟子の堀江君っていうことなんで、はい、かつてはそれがウーデンガーデンがこんなにセンセーショナルに解散したのに、漫才協会のトップであるナイツは知らないってこと。知らないです。ということはこれ大した理由じゃねえってこと。急ではあったけど、はい、急ではあったけど、ね、どうして解散したのとは別に聞いてないですし、解散って聞いてもその中の興味ないですよね。理由に関してはウーデンガーデンですね。ウーデンガーデン、まあもうでも解散しちゃったので、まあ、藤田君がどうなるのかっていうことね。うん、まあこれはちょっと
この2つのニュースが今日はね、ありましたけれども、紹介ニュース、さらにメールも来てるという、はい、メール来てます、はい、ラジオネームパチョレックさんです、はい、吉幾三さんが漫才協会に入るんですか、さっきのこと強力なコンテンツじゃないですか、はい、にゃんこ金魚とにゃんこスターに挟まれて吉幾三さんが出てくる可能性もあるんですか、うん、この夏一番熱い情報かもしれません、漫才とこの間金曜日ノラちゃんと一緒に、はい、その時に吉さんの方から満喫入りたいと、ダメでしょ歌手だから、いや歌手だからダメでしょ、本人はもう漫談家としてやってくって言うんですよ、漫談をやりたいですよ、漫談家としてできちゃうんだからって言ってます、できちゃうんだからやりたいできちゃうからって言って入会金もいただいて、もう入会金ももうその場でじゃあ入ってるのとキャッシュで ね配ってました、はい、はだからまあちょっと楽しみなんですけど、東洋館出るの、じゃあ東洋館出るんですよ、やりたいっつって、一曲も歌わないの、その代わり、そのもう東洋館では歌わないですよ、歌えよと思わないモノマネ松山千春さんとか歌うかもしれないですね、モノマネでは歌う、そうかモノマネはありだろうか、そうそう自分の歌は歌わないって言ってましたね、変わってくるって言いました、こっちの方が変わってくるお金が変わってくるぞと歌うとね、変わってくるからっていうね、すごい、いやこれはちょっとね楽しみです、これもやっぱ漫才教育とこっちの方がねトップニュースなんですけれども、正直ウーデンガーデンよりもそういうコーナーでございました、はい、ということで引き続き番組ではあなたからの満響メンバーの目撃情報などをお待ちしております、メールの件名に満響ニュースと書いて rs@1242.com までお願いします、漫才協会所属芸人からの内部告発もお待ちしてます、以上漫才協会ニュースでした、中央事務所よりクレジットカードをご利用した経験のある皆様へ、クレジットカードのリボ払いにも過払い金があることをご存知ですか、なぜならキャッシングのリボ払いのお支払い時に利息を払いすぎているからです、有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です、現在リボ払い経験のある方々に現金が返金されています、まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認ください、周りに知られることもないし、しつこい営業電話もありません。お電話は 0120-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。たかし、車高く売れそうだぞ。他とは比べた？いや、面倒だろう。呆れた。買取店で18万8000円くらい差があるのに。父さん、僕の名前は？車たかし。そう、車たかしは最大10社の買取額が分かるサイト。あとは一番高いのを選ぶだけだよ。すぐに車たかしで検索。車たかし。司法書士法人中央事務所から現金が返金されるかもしれないお知らせです。自分には関係ないと思わず1分ほどお時間をください。あなたの財布のクレジットカードから現金が返金される可能性があります。というのも、キャッシングの利用時に知らないうちに利息を多く払いすぎていて、それが現金として戻ってくるという話なんです。しかし、勘違いから多くの方々が未だに手続きをしていません。最近では自分の過払い金が時効で消滅したと勘違いしている方が多いんです。過払い金は10年の時効で消滅するのですが、借りた日から10年だと勘違いしている方が多く、正しくは開始を終えた日から10年なんです。しかも実は、時効でも過払い金の返金に応じるカード会社が何社かあるんです。中央事務所では、時効を迎えた100件以上の過払い金を取り戻してきました。時効で諦めていた方でも諦めずに、再度中央事務所で過払い金の確認をしてください。あなたが受け取りの対象なのか、無料でご確認できます。お電話は 0120-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。アミドの三越がお送りするハロー神奈川、神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局の久米さん、はい、こんにちは。こんにちは、はい、お伝えいたします。横浜気温35度まで上がってきました。雨は降っていません。さて、神奈川県トラック協会からのお願いです。皆さん、送料無料についてどう思われますか？無料でラッキーと思いますよね。でもそこで一つお願いです。物を運んでる人がいることを思い出してください。送料無料ではありません。誰かが送料負担してくれています。コンビニエンスストアにオンラインショッピング、当たり前のように暮らしに存在する手頃で便利なサービスには物流が欠かせません。
皆様の当たり前の暮らしを支えるトラックによる安定した輸送の確保のため、適正な原価に見合った運賃のご理解をお願いします。緑ナンバーの神奈川県トラック協会は、安全運転を心がけるドライバーの皆さんを応援するとともに、トラックドライバーを含むエッセンシャルワーカーの皆さんを応援しています。以上、横浜のスタジオより久米千恵がお届けしました。久米さん、ありがとうございました。はい、久米さん、カンニング竹山です。こんにちは。はい、よろしくお願いします。久米さん、今日のメールテーマ、ここで〇〇しますなんですが、何か思い出すこととかあります？これから、はい、子供プールを買ってベランダに置いて水浴びをしたいんですけれども、はいはいはい、夫にいくらプレゼンしても全然通らないんですよ。え、はあ、もうそんなのはダメだみたいな感じで。暑いからね。え、それ、あれですよね。お子さんのため、久米さんのため。あ、私のためです。久米さんのためなんだ。私が水浴びしたいんです。あ、通らないな、それは。通らない。久米さんが水浴びしたいんですね。はい、そうなりました。はい、失礼します。久米さんでした。さあ来た、すごい花粉だ。部屋の中に入るか、入るか。見事にキャッチ。さすがナノキャッチフィルターです。網戸に貼るだけ花粉をキャッチ。 3S のナノキャッチフィルターは花粉を 96.8% ブロック。お求めは網戸マン .net で。時刻は1時50分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク、後藤さん、お願いします。はい、お伝えします。東海道新幹線は今日未明に補修用車が脱輪し、その影響で東京駅から新大阪駅の間の一部区間で運転の見合わせや遅れが発生しています。 JR 東海は復旧作業が今日夕方まで続く見通しで、今日中の運転再開のめどは立っていないと明らかにしました。運転を見合わせているのは浜松駅と名古屋駅の間の上下線です。それではここで東京駅で取材中の日本放送福田大輔記者に様子を伝えてもらいます。福田さん。はい、お伝えします。東京駅の状況ですが、午前中と大きな変化はありません。行き先案内板は真っ赤な文字で、ご旅行の中止変更をご検討ください、そして切符の払い戻しは後日をご検討くださいと表示されています。しかし、切符の払い戻し口には長い行列ができています。駅構内はクーラーは効いているのですが、混雑のため非常に蒸し暑く、あちこちで座り込む方々でごった返しています。先ほどお話をお伺いしたご夫婦は、今日中に大阪に行かなければならないご用事があるということで、在来線でのルートを検索されていらっしゃいました。以上、東京駅からお伝えしました。ありがとうございました。これを受けまして、空の便でも増便などの対応を行っています。ANA 全日空は羽田と大阪伊丹を結ぶ便を2往復増やし、 JAL 日本航空も伊丹から羽田の1便のほか、追加の増便も検討中としています。続いて天気です。東日本から南西諸島の広い範囲にかけ、高気圧に覆われて気温が上昇し、今日も千葉県市原市で 37.9 度を観測するなど、各地で最高気温が35度以上の猛暑日となる地点が相次いでいます。熱中症には十分ご注意ください。一方、先ほどもお伝えした通り、東京奥多摩町には警戒レベル4の土砂災害警戒情報が出されています。お住まいの方は十分ご注意ください。それから東京都とですね、神奈川県の相模原市、それから小田原市などに竜巻注意情報が出されています。激しい突風が発生しやすい気象状況です。落雷、雹、急な強い雨にも十分注意するよう気象庁では呼びかけています。この時間のニュースをお伝えしました。後藤さんでした。ありがとうございました。サンバのリズムで踊り出さずにはいられない、松平健マツケンサンバコンサート2024、9月23日相模原市民会館ホール、お昼12時と午後3時の2回公演。チケットのお問い合わせは 03-3355-3553 IS まで。はい、
メールが来てますね、はい、あのさっきのユニフォームの表記についてのメール、うんうん、ラジオネームひなゆうさんです、はい、先ほどユニフォームの名前のお話されてましたが、うん、横浜 DeNA ベイスターズが先日名前を漢字で表記したユニフォームを着用して試合をしてました。そうなんだ。外国人選手の名前も漢字を当てて表記していたのがとても斬新で面白い試みだと感じました。こういう映像あります。あ、本当だ、すごい。これ誰ですか。アイドロアイシュドロアイシュとかなんか、マッキー、あ、マッキー集合はそうですね、マッキー集合か、マッキー集合、マッキー集合ね、うん、いますね。面白いですね。何のためというか、まあ、ちょっとあれかね、遊び心でデザインというか、なんすかね、そんなの横浜っぽいというか、なんか横浜、そうですね、横浜っぽいですね、なんかね、そうね、うん、中華街あるしね、うん、中華街、ね、それっぽいあれでやったのかね、うん、いいですね、こういうのもあるんで、いろいろ本当ユニフォーム今ね作ってるから、そうなのよね、結構。DeNA はでもいいよ、いい球場でなんかもう楽しいよ、DeNA のところは。あ、行ったんすか。うん、やっぱハマスター昔と変わったから、もう昔と変わったというか、だからもうハマスターの周りも楽しいし、なんかもうアメリカの球場入りみたいな感じだし、活気があるよね、やっぱ横浜ファンの人がバッて来るからね。デートとかにもいいんですか。デートだから野球が好きだったら楽しいと思うよ。2人とも野球好きじゃなかったら、もしかしたら途中苦痛になる可能性もあるかもしれない、ね、まあビールとか飲むの気持ちいいよね。そうですね、うん、でも特にドームも楽しいけど、やっぱこう屋外の球場のやっぱり、うん、いや外はね楽しい、ちょっと今暑すぎるけど、ね、ナイターなんかもいいよ、ナイターでね、さビール飲みながらっていいですよね。今日はね、テーマメールもありますね。ここで丸々しました、はい、はい、ここで丸々しました、ラジオネームウーナッペさんです、はい、私はプロポーズを近所のスーパーの駐車場でしてしまいました。あら、本当は石垣島の夕日を見ながら彼女の誕生日にサプライズでと思ったのですが、大型台風直撃に邪魔され、当日は空港に缶詰で断念。その後なかなか石垣島にも行けず、30までに結婚したいという彼女の希望を叶えなくちゃと焦った私は、リミットギリギリのところでサクッとスーパーの駐車場でしてしまいました。こんなところでと言いながらも彼女は結婚してくれました、はい、今娘2人を恵まれていますが、たまにプロポーズやり直しねと半分本気で言われます。これはそう、気持ちがすごいわかるんですよ。僕、今のかみさんと付き合う時に、はい、もう何回かデートして、はいはい、もう今日は絶対言おうと、付き合ってください言おうっていう風に思ってて、やっぱ焦ってたのか、そのなんかショッピングモールのね、はい、あのデートだったんですけど、そのショッピングモールの駐車場で言おうとしたんですよ、はい、駐車場の中で、はい、今日は実は話があってって言ったら、かみさんが察して、ここじゃないんじゃないって、ここじゃないんじゃないって、素敵ね、うん、ちょっとね、なんか近くに公園とかあるから、ちょっと走りましょうよって素敵な奥さんね、向こうが気遣ってくれて、そうですね、はい、もうこっちはかかってるから、もう今だ、二人っきりになった今だっていうの思っちゃって、まあね、言っちゃったんですけどね、一緒に一回だからね、基本的にはね。そうですね。ノラちゃんどのところで言われたの。私ですか、うん、ちょっとうちはね、あんまりちょっと結構ギリギリのトークになっちゃいますね。そういう感じよっと、うん、そういう感じですね。そういう感じ。やっぱりほら、なんか始まりはね、ちょっといろんな始まり方があるじゃないですか。いろんなきっかけありますね。はい、ね、そう。だからその枕元で言わせたら、ね、いいですよ別に。何の問題もないですよ。はい、そういう正座し、あ、そうですね。うん、で向こうが。うん、いや、なんか付き合ってるって友達にね、はいはい、友達に彼女できたって言ったんだよねみたいな、うんうん、はいっつって聞いてないけどっつって、うん、でお互い裸です、うん、そこまで言わなくていいだろ、言わなくていいだろ、素敵です。ねえパパ、単身赴任でお部屋散らかしてない？ダニとか湧いてるんじゃないの？失礼な、ちゃんと綺麗にしてますよ。最近ダニムエンダーっていうのが出たの、うん、燻煙剤みたいによく効くんだけど、使い方超簡単なの。プシュってするだけ。おー、ええな、今度やってみるかな。今からしましょう。え、一つ買って近くまで来てるから、これから行くわね。え、来てる？うん。なんや、来るなら来るで知らせてくれたらいいのに。そんな必要ある？夫婦なのに。そりゃそうや、うん、あ、でもごめん、今から家でリモートが。大丈夫、燻煙剤と違って家から出る必要はないから。へえ。奥さんのダニムエンダーしに行きたいは言い訳かもしれませんね。煙じゃないのに煙の効き目、緊張ダニムエンダーは使用上の注意をよく読んで正しくお使いください。
これは Spotify のラジオ CM です。 Spotify のテレビ CM ではおしゃれで素敵なタイアップ曲が流れますが、ラジオ CM では残念ながら流れません。なのでおしゃれで素敵な音楽はぜひ Spotify でお聴きください。1億曲以上の音楽と500万以上のポッドキャスト番組がずっと無料で楽しめる Spotify のラジオ CM でした。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へお知らせです。小学校で注射を受けた方は最大3600万円の給付の可能性があります。あなたも給付の対象かご確認を。0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。ザ・ラジオショー2時です。時刻はお昼の2時になりました。改めましてナイツの土屋信之です。平野ノラです。さあ、そして2時から出番と聞いていたんですが、急遽花君今日お休みということで、だいぶ前から、ちょっと前から入りました。ありがとうございます。はい、ギャラとかどうなんですか？ギャラはもう、あの、いやもう、ナイツ分も足して、頑張ったギャラだね。大丈夫ですよ。ちょっと、お金は大丈夫。ありがとうございます、はいはい、本当にね。お金いらないから日本放送でレギュラーくださいって。俺、いわゆる社長にも結構言ってんだけど。こんだけピンチヒッターでと来てくれて。日本放送でレギュラーください。それは。はい。ということで、2時の天気予報ですね、ノラちゃん、はい、お願いします。はい、現在、千代田区有楽町、日本放送の屋上の時計は 36.1 度を指してます。関東地方は強い日差しが照りつけて危険な暑さでしょう。最高気温は東京都心や横浜で36度、埼玉では38度の予報です。熊谷は39度と40度に迫る暑さとなりそうです。広く熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症に厳重に警戒してください。また大気の状態が不安定で急な雷雨や激しい雨にも注意が必要です。明日も夏間が広がり、明日も夏空が広がり、明日も夏雲が広がり、猛烈な暑さが続くでしょう。ああ、暑いです。夏空ね。明日も夏空が広がり、猛烈な暑さが続くでしょう。明日も暑いということ。天気予報でした。そうで、またあの雨のね、大雨の警戒情報も来てます。ありますね。うん、気をつけてくださいね、皆さん。はい。暑い。ね、暑いといえば、あの、こう今ちょっと。竹山さんにこれ知ってますっつって、はい、うん、あの今週末から使い始めたんですけど、はい、このファン、ファン、携帯ファン、だから何、あのテレビで言うちょっと皆さん分かりづらいけど、ね、ピンマイクみたいな、そうなんです、ね、ピンマイクの、うん、でベルトとかズボンにファンをつけると上に向かって風が当たるから、うん、風がこう上に出てくるような感じのファンで、シャツの中ね、そうですね、これをだからこうベルトに入れて、はい、でシャツの中をこうブワーッてこう、はい、風が行くやつ、そうなんです、これめちゃくちゃ気持ちいいです。これでこれを全く偶然ですけど今土屋くんに見せられて、はい、実は4日か5日前に俺ネットで見て、はい、買ったの、はい、でそれが今日か明日届くんだけどちょうど俺は、はい、いや自分の優しさからね、はい、2つ買ったの、お俺の分と、はい、あとかみさんも熱いだろうと思って、まあ、そうですね、でかみさんにこれ言ったの、うん、そしたらおシャツの中にバーって風来て、うん、どこ歩くのよって言われるそうか、女の人は無理だそっか、女の人は なかなかできないか、これ家だと使えるけど、まあまあそうです ね、そうですね、そんなあの隙間がないか、どうですか、いやいや全然いい、ワンピースは着てるとやっぱ難しいじゃん、ワンピースでもそんなに膨らむほどの風ではないですよね、それかなんかあの足首につけて、うん、マリリンモロンだけやるみたいな、うん、スカートの中で、ね、ビリヤッとね、うん、いやこういうのちょっとまあ工夫しながらね、いや熱中症対策皆さんしてほしいです。そうですね、はい、はい、メールいいですか、じゃあ取り上げましてもらいますね、はい、テーマのメールです。小学、ラジオネーム綿抜きさんです、はい、小学校の頃学校のグラウンドでキャンプをしました、うん、地元秋田の小学校の恒例行事として冬になるとスノーキャンプが行われ、うん、雪で真っ白になったグラウンドにテントを張り焚き火でマシュマロを焼いたりして一晩を過ごしました。いい厳しい寒さの中深夜に満天の星空を みんなで見たのがとても懐かしいですと、まあね、やっぱいいですね、
キャンプはね、夜星空見る、焚き火をしてやりながら星空見るとか最高ですから。そうですね。そうなんです。やっぱキャンプ冬がいいって言いますよね。ね、慣れてくるとやっぱ冬の寒さの中の。冬山田結構やりますもんね、キャンプ、ね、やる、いいね。初冬ですか。ただこれね、難、はい、まだ大丈夫、はい、難しい、はい、このメール読んで、ちょっと難しいなと思ったけど、みんなこれどう思う、はい。昨日俺仕事で福島県行ってたのよ、はいはい、で、まあ、俺キャンプ好きなのもあるから、はい、でキャンプ好きな人も大人たちもいて、うん、キャンプ行きましょうよみたいになって、はい、で高田さん福島のキャンプ場行ってます？いや、うん、福島あんま行ったことないですね、この間ロケであそこ行きましたけど、うん、いやいいとこあるんですよ、何々町のね、山の上の何々キャンプ場って、うん、ここはいいですよ、満天の星が見えてて、もう一個は何々町のここもね、うん、いいですよって言ったけど、ずっと俺本当にもう喉まで、うん、その人たちに聞きたかったの、うん、熊出るでしょ熊出るでしょって言いたかったけど、いや確かに、いや地元の人だし、あんまりいい印象ないし、あいやそれ聞いちゃいけない聞いちゃいけないと思ったけど、もうずっと俺は熊出るでしょ熊出るでしょってしょうがなかったけど、聞けないよね。いや、以前行くとなるとそれはもう絶対気になるし、ね、でもやっぱなかなか地元の人に聞きづらいですよね、それね。聞きづらいよね、やっぱりすごい紹介してくれるとね、ロケとかでね行った先でもロケも絶対言えないじゃないですかそれ、なかなかね、確かに夏はそれもあるから、やっぱちょっとキャンプでもね、ちょっと怖いっていうのも正直あるかもしれないけどね、まあ大丈夫だろうけども、まだやっぱ虫ですか、虫が、虫嫌いだったらダメよ、もうキャンプ一回行ったら分かる、はい、キャンプ合う合わないは、あもう虫ダメな人は絶対ダメ、そっか、うん、めちゃくちゃいる虫は、まあしょうがないな、対策方法いろいろあるけどね、シューって周り巻くやつとかもあったりする、はい、でも虫はいる、いる、もうそれ見ると思っていくっていうことですね、はい、うん、あそっか、じゃあ今日はね、あのメールまだまだ引き続きお待ちしておりますので、はいはい、この後も竹山さんよろしくお願いします、お願いします。相続税の申告を後回ししている方は、0120-400-800、東京税理士会所属税理士法人48、ご注意ください。申告期限が過ぎると特典が受けられないことがあります。まずは無料であなたの相続税をご確認ください。お電話は0120-400-800-400-800。禁止高麗人参の神秘の神秘の健康力健康力健康力、そう簡単に倒れるもんか、だから協力してくれ、神秘の健康力、神秘の神秘の健康力健康力健康力、神秘の健康力で検索。おかげさまで開局70周年、笑顔になれ日本放送、ナイツザラジオショー。中央事務所よりお知らせです。クレジットカードのお支払い時、払いすぎていた利息が返金されるようになりました。現金を受け取るには確認が必要です。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10-10 にお電話を。 Welcome to the radio show! Guest show! Let's get started!さあ、ここからはザ・ゲストショーということで、今週はプロ野球大好きウィーク、はい、初日の今日お迎えしたのはソフトバンクホークス大好き芸人、改めてご紹介します、カンニング竹山さんです。どうも皆さん、そんな新鮮味もないと思いますけど今先ほどから出てる竹山、今更紹介する、ここが今日メインで呼ばれてたっていうことなんですけどね、してました、ありがたいことですね、もうね、メールも来てます、はい、ラジオネーム懐中時計さん、はい、今日は午前中は文化放送、午後は日本放送と売れっ子ですね、うん、熱中症に気をつけてお体ご自愛くださいとかね、はい、ありがとうございます、文化放送って結構真面目なことかなってましたけどいろんなこう幅ありますから、いろんなね、もうよくわかんないですね自分で、ね、だからもうさっきも言ってましたけれども、うん、やっぱ今日はちょっと竹山さんに、はい、こう野球初心者としていろいろと教えていただきたいと、うん、何をどう教えればいい、どう、まず、どうすればいい、はい、うん、まず今のプロ野球の状況ですよね。はい。はい、そうですね。野良ちゃん、さっきそのクイズに出してたそのソフトバンク1位で、最下位がね。うん、あ、今最下位どこ、あ、セーブだったもんね。セーブだった。パリーグとセリーグは野良ちゃんわかる？だからそれはもう本当に
うん、あの曖昧大丈夫です、はい、曖昧大丈夫曖昧というかもう、はい、大丈夫です、ざっくり、はい、ざっくりは分かる。巨人とだから、うん、あのヤクルトですもんね。別ですよね。いやいやそれ一緒、一緒の部分。嘘。巨人とヤクルト一緒だよ。あ、そうですか。じゃあ巨人と西武は違いますね。西武は違う、うん、それはね、そうですね、分かる。昔はよく戦ってましたもんね。え、よく80年代の時は戦ってましたもんね。日本シリーズ、日本シリーズってことね。そうそうそう、あ、言いたいの日本シリーズ。日本シリーズが一番大きなたた試合ですよね。あ、まあ、まあまあそうね、日本一を決めるね。日本一を決めるね、うん、ないですもんね、それ上はね。え、日本一以上はないですもんね。日本一以上ないです。あ、まあまあそうか、一応、ね、アジアとかはねありましたけど、ね、そうそう、今はないか。日本シリーズでナンバーワン決めるって、はい、2つの団体があるわけね。はい、知ってます。パリーグ、セリーグ、そうそう、セリーグ、はい、そうね、そうそう、そこに何が入ってるかまではちょっとあれですけど、はい、6チームずつ入ってる。あ、6チームずつ、はい、はい、結構いたね。全部で12球団思ってるほどいた、はい、思ってるほどいた、はい、そうなんです。監督とかもいるじゃない。今誰が監督かとかって分かる？巨人の監督分かる？今巨人の監督ですよね、うん、王さんですよね。だいぶ前ですね。王さんは今、はい、僕が大ファンの福岡ソフトバンクホークスの会長です、うんうん、あ、会長だ、会長。だから福岡ではもう本当にすごい方で、もう我々会長っていうぐらいの方です、ね、もう出世したっていう言い方もちょっと申し訳ないぐらいのね。だいぶ前から出世してる。監督もなって、名監督もやって、今は福岡もと東京でこう暮らされてるっていうね。へ、はいはい。今巨人の監督は、巨人の監督ですか？これ原先生ですね。原さんが去年までなんで。あ、変わりましたか？原先生変わったのよ。だいぶ若返りました。若返りました。若返りました。同じ年じゃないですか？同い年、そうです。それくらいの年だと思う、うん、きっと。安倍ちゃんでしょ？おお、正解、安倍ちゃんです。安倍ちゃんと同じ年だから。やっぱ安倍晋之助世代ですからね。そうです、晋之助。安倍ちゃんとも言わないけど。安倍ちゃん、晋之助って言ってるけど、ね、安倍晋之助。安倍ちゃんがジジイ佐藤ですよ。ジジイ佐藤、そうそうそう。同じ年ですか。一回で普通に就職したりしたけど、まあ、最近またで戻ってきたり、会社とかたまにするけど、ね。お父さんの会社ついてます。はいはいはい。そういうのは知ってるんでね。そうですか。そう、で、状況的に言うと、だから今日からかな、明日からか。明日からこのオールスターっていうのが始まるんだよ。はい。で、それが大体ちょうどね、明日から。一年中の真ん中ってこと。ああ、なるほど。そう。もう前半戦が終わったところですね、そうですね。オールスターわかる意味。だからみんな出るよってことですよね。全員出るよって。全員が出ない。全然出せない。だから、まずセリーグで、うん、セリーグの6チームから選ばれた選手。うん。成績とか、あとファンの人気投票みたいなのもあるから。うん、え？じゃあこのチームで言えば。セリーグで1チーム作る。チーム作る。超楽しいじゃないですか。超楽しい。スターだけは集めて。スターだらけのチームで。で、パリーグでまた1チーム作って、うん、これが2日間にわたって、今年は、はい、エスコンフィールドっていう札幌の 北広島ってところのあるエスコンフィールド、新しい球場だ。そこと神宮ですよ、はい、で2試合あるわけ、はい、こうスター揃いの、まあお祭りね、これそう祭り。え、それ毎年やってたんですか？毎年知らなかった。全然届いてないです私の方。昔は3日間やってたのよ、けどこう選手会の考えとかいろいろ2日でよくねえかってなって、はい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 、でやるのよ。ちなみにアメリカでも、この間大谷選手出てたメジャーリーグもオールスターってなんだよ。アメリカは1試合だけ。ああ、そっか。あれ1試合だけなんだ。1試合だけなのよ。で、そこでホームランですもんね、大谷さん。そうなんです。オールスターで。ほんで、オールスターに選ばれない選手もいっぱいいるわけ。選ばれない方が確率多いから。そうですね。その選手たちにとっては、ここがいい休養になるのよ。ああ、なるほど。お休みってことですね。一年間やっぱりさ、戦わなきゃいけない。移動もめちゃくちゃあるわけよ。確かにね。北海道のチームだったら福岡で試合しますと、もう飛行機で向こう行って、じゃあその次、埼玉行きますよと、また福岡から埼玉行って、北海道全然帰れないんじゃないかよ、みたいな。土日も働いてるわけですからね。月曜日だけだから、だからここで一回こう体をこうクールダウンっていうか、調整できるっていう。なるほど。期間があるんですよ。ああ。はい。それは、だから、やっぱあれですよね。なんか中継ぎとかが特に疲れが。そうね。溜まってくるとかって、ね。中継ぎ投手っていうのはもう一応毎日出番だから。先発投手は中4日とか中5日とか決まってるから、働くのは5日に1回ぐらいでいいわけよ。まあトレーニングはしなきゃいけないけど。はい。でも中継ぎとか抑えて、ピッチャーね。うん、この人はもう毎、出番があるかどうかわかんないけど、毎回行かなきゃいけないわけ。で、体も、作っていかなきゃいけないわけよ。はい、だから、ネタで言うと、はっきりした出番はもらってないけど、劇場には行かなきゃいけなくて。あ、一番辛いですね。そう。で、結構、うん、何、若手とか短く終わっちゃうから、はい、尺合わねえから、野良行けみたいな。それで毎回ネタやって受けなきゃいけないっていうのは大変な仕事よ。その要因でずっとスタンバってなきゃいけない。だから初めのあの、生放送のポンですね。
ポンの外にいた日テレのポン、日テレのポン、私いました。そう、はい、初め若手の時いたでしょ、はい、だから位置取りがもう大事みたいな。あー、なるほどね。それ決まるみたいな。あ、なるほど、ね。でも新人じゃないのよ、もうスターよ。中継ぎするのも立派なスターなのよ。すごいね、役割ですけどね。なるほど。だからそれでこの期間にちょっと休めますっていう、出ない人はね。なんかこう今やっぱりもう使い詰めで、はい、もうすぐやっぱ怪我とかも多いじゃないですか。多い多い。でもなんかこう昔のプロ野球選手の話とか、はい、僕らたまに聞かせてもらうんですよ、うんうん、こう毎晩飲みに行ったりとか、昔はね、めちゃくちゃ遊んでたって話聞くじゃないですか。言いますよね、朝まで。それでも全然怪我なく、うん、シーズン やりきってた人たちって何なんなんですかね、はい、あの人たち。あれはだから確かに昔の選手ね、もうおじさんの大先輩たちに聞くと、本当朝まで飲んで、はい、そっから球場行って汗流して、ね、あの元西武の東尾さんとかはそのまま投げて完投したとか、あとバッターの人はもうベロベロに飲んで連れて次の日球場行って練習して汗流してホームランパーン打ったとか。いや、なんであんなにすごいんですよね。だから今だからいろいろほら野球学というかスポーツ学みたいのもそんなに発達してないから、精神論でやってた時代だから、意外とそれがそれでいけんならいいじゃないかよっていう感じでやったんじゃないですか。今やっぱりこうちゃんとスポーツ学みたいなのちゃんとなってるから、体のためにはこうとか。でちゃんと遊ばずに真面目にやった選手がちゃんと成績残してる。まあ、まあそうだね。実際はそうなのよ。結局周りも遊べなくなってくるんですね、やっぱね。そうなのよ。だからやっぱり技術も上がってるから、ピッチャーで言うともう150キロ台投げる選手がバカスカいるし、はい、だから多分昔 VS 今で試合やったら圧倒的に今のが強いと思うし。いや、そうですよね。はい、大谷さんがもうまさにそうですもんね。まさにそうですよ。あの、ストイックな金田さんって方がね、はい、もうすごい400投手だから、はい、もう、まあ、ありえないローテーションで昔投げてて、で、もう聞いた話をそのまま言うとですよ、うん、それこそあの時は俺160球以上出てたみたいな。ああ、で言いますよね。でなんかね、本人言わせてずっと言ってたんだけど、うんうん、そんなわけねえのよ。きっと130キロぐらいしか出てないのよ。だから今の選手と、はい、一緒にやったら多分ボコスト打たれると思う。体感で言い過ぎですよね、あれはいくらなんでも ね。まあでもそれはどの世界も一緒で、漫才やコントだって、いや昔の人は面白いけど、ただ今現役でやってる人の方が技術も その時代のことを学びつつ新しいこともやってるから。そうですか。でもこうちゃんと比較ができないところがまたいいんですよね、多分ね。そうですね。あの時はすごかったで。でプロ野球がなんで面白いかっていうと、はい、一時期は僕ら子供の頃はさ、まあ俺はちょっと年上だけど、はい、でもまあ記憶あるかもしれないけど、子供の頃は巨人戦をテレビでやってた。やってました。やってました。もう巨人戦しかやってないでしょ。そうですね。大阪住んでたら阪神戦もやってるぐらい。ああ、なるほど。でも全国的にはやっぱゴールデンで巨人戦をやってるよね。はいはい、ということは巨人はセリーグだから、おのずとみんな巨人が好きになり、はい、まあセリーグが好きになり、はい、パリーグなんかもう全然誰も見てないっていう。うんうんうん、テレビでやらないから、はい、だから例えばロッテは昔川崎球場のところにホームがあって、はい、そのもっと前の時代もあるけどね、はい、で、大阪でいうと阪急近鉄南海っていうのが球団があって、うん、でそこもこう、うん、大阪の球場でやってんだけど、はい、もう閑古鳥が鳴いてたみたいな、はい、もうみんなあんま来てないみたいな、ね、お客さん入ってないやつありました。なんかチンプレコープレとか、そうです、そうです、麻雀してるとかカップルがチュッチュしてるとかってミノさんがよくやってたじゃん、球場客席でね。でそれが変わってくるのよ、はい、うんうんうん、なんで変わるかって言ったら、まずメディアの変化ね、うんうん、テレビで巨人戦をやらなくなってきたっていうのがまずあるでしょ。ラジオはナイターやってますよ、はい、でラジオは人気あるからね、ナイターがね、やっぱ。でそれと同時に、うん、南海ホークスという、はい、チームが、はい、大阪のね、大阪のチームが、はい、ダイエーに球団を売るんですよ。南海電鉄がダイエーというのスーパーの大手だったところに売る、はいはい、で自分のホームを大阪球場から九州に持っていくわけ、うん、あ、はい、で福岡の球団になるわけ、うん、その時に南、うん、ダイエー の、うん、だからそのスタッフたちというか球団のスタッフたちは何をやったかって、もちろんチームを強くしなきゃいけないけど、うん、はい、地元密着のチームを作ろうと、うん、なるほど、地元に愛されるチーム、うん、ちょうどその時に J リーグなんかもそういう動きになってきた時よ、ね、J2 とかその辺とか90年代だ、そう、だ地元に愛されることがいいんだって言って、それで地元のメディア優先で出すとか、うん、地元のファンを大切にするとか、それをずっとやってきて、それが花開き出すわけよ、うん、それがまたダイエーが次ソフトバンクに球団売るんだけど、はい、ソフトバンクはいや地元の福岡のまんまでやりますと、うん、いうことになって、うん、そしてその
それから何年かそういう運動してるから、福岡もしくは九州の皆さんに根付くわけさ、うん、だからテレビで巨人戦もやらなくなった時代になり、いやいやもうセリーグは関係ない、うちはパリ、福岡はパリーグだから、はい、パリーグ応援するよって言ってそれが盛り上がる、うん、それと同時に日本ハムが東京ドームがホームだったんだけど、うん、日本ハムのまま札幌に行く、はいはいはい、ホームを、うん、そうなると札幌でまた同じことをやって、まあ、札幌っていう北海道の人は日本は盛り上がる、うんはい、楽天というチームが、うん、近鉄とか、はい、阪急とかが合体して楽天って新しいチームができる、はい、で仙台行く、うん、で東北の人と密着して盛り上げるからすごく盛り上げて、うん、ふっと気づくと、うん、今やっぱり各地に人気の球団があって、セリーグパリーグ関係なく今全部盛り上がってるから、特にやっぱパリーグがやっぱその熱いですね、うん、そうパリーグもお客入ってるし、北海道楽天埼玉千葉、はい、中日はどこですか？中日はそれで名古屋よ。名古屋。セリーグだけど、まあそうね、名古屋。名古屋で盛り上がってて。あるわけですね。そう。だから今、どの球団も人気があり、はい、どの球団もそういう大英から始まったファンサービスとか、うん、そういうのが一番大事だよ、野球はってことで、うん、どの球団もいろんな試行錯誤しているから、なるほど。だからさっき、まあ冒頭でノラちゃん言ってたけど、うん、野球、極端に言うと野球知らないノラちゃんと旦那さんからか分かんないけど、はい、子供たちも行ったとしても、うん、楽しいって状況もある。ボールパークは楽しいと。で、そこにキャラクターがあったり、うん、なんかキャラクターの人がバズーカーみたいに持ってきて、バーンってなんか打ってきて、うん、開けたら T シャツ入ってるからさ。あ、じゃありますね。うん、やってる。あと、ロッテなんかはダッシュワンっていうの出てきて。ダッシュワン、5回の終わりかなんかだったら、それちょっと間違いはしないけど、はいはい、そこでそのダッシュマンだよね、名前ね。ダッシュマンと、お客さんが選ばれた人が、外野を用意どんで、うわー、走るの、で、ペナルティー、まあ、ダッシュマン早いから。で、大概負けるんだけど、たまに客が勝つわけよ。そうすると会場中に、うわー、盛り上がるし。なるほど。そうすると、コアラのマーチ1年分とかさ、ロッテだから。ロッテだから。だからもう地元でもう毎日行ってるような人たちでもそういうのも楽しみなんだ。もうそういうのも楽しい。で、ダンスのチームの女の子たちが各球団にあるわけね。あ、はいはいはい。一番流行ったのが、ほら、北海道のさ、キツネダンス。あ、日本ハム。ああいうのも盛り上がる。で、まだまだ全然知られてないけど、福岡ソフトバンクはヨカヨカダンスっていうのがやっている。うん、ヨカヨカってやってんだけど、そんな流行ってないんだけど。そういうのあったり。あとマスコットも人気ですよね。つば九郎とか。つば九郎。ヤクルト行きはつば九郎。あれが盛り上げる。あと広島のね、うん、坊や。広島の坊やね。広島の坊や。坊やね。あの、広島のね、わかります、ロゴでね。ロゴでなんとか坊や。だからそういう風な楽しみ方もできるし、あと食べ物も良くなってるよね。はい、選手がプロデュースの弁当とか、スタジアムで食べる。このスタジアムしか食べれない弁当とか、そういうこともあるから、野球知らなくても面白いですよというのを各球団いろいろやってて、結局それがすごく盛り上がりだし、なるほど、野球選手も、ファンの人のファンサービスが大切だよということで、うん、お高く止まってないわけさ。なるほどですね。最初からサインしたりとか、握手したりとか、写真撮ったりとか、そういうのも可能な限りは全部、なるほど。やるってなってるから。そう、だから、ホークスの、それこそ、ドームなのに、花火が上がるじゃないですか。あれとか、最初見たとき、びっくりしたんですけど。はい。あれに関してはね、はい、申し訳ないけど、芸能界で俺が一番詳しいの。なんかやってましたよね。なぜなら、はい、福岡のドラマで、俺花火師の親父の役やったから。いや、すごい。だから、なるほど。花火師役をやったんです、ね、役やったんですよ。だから今、本当本物の花火師の人でも俺仲いいし、おじさん。うんうんうん、俺にそっくりなおじさん。ちょっと小太りでメガネかけた。へぇー。あそこに行くまでに、うん、もうめちゃくちゃ怖いの。もう上に登るってことですよね。あれね、階段でね、はい、天井をね、うん、鉄板一枚しかない階段を、ずーっと登ってって、うん、ちょうどセンターの真ん中よ。うんうんうん、そこ行くまで15分ぐらいかかんの。めちゃくちゃ怖い。もう鉄板だけだから。え、持ってんすよ、花火。花火はね、違うの。あれね、はい、花火を上げるっていうイメージよりも、うん、真ん中から、はい、ワイヤーなんで電線みたいのが、スーッと降りるようになってんの。はい、で、そこをボタンを押すと、その電線みたいのがパーン、パーン、パーンってあれって、それが花火に見える。垂れ下がってる電線の先から打ってるってことですね。パーンってやる。ボタン押しに行くってことですか？なんで上がっていくんですか？危険物だから、そこにいなきゃいけないから、うん。で、そこに全部スイッチのボタンも全部あって。で、なんとですよ、はい。これ都市伝説じゃなかったのよ。はい、その係の方はね。うん、ゲームが始まる前に、それまず仕込みますよね。はい、で、一回ちょっと降りたりもしますよね。はい、で、ゲームが始まる前に、そこに乗り、上がりますよね。はい、こっからゲームが終わるまで、降りちゃいけないの。へぇー。
トイレもダメです。トイレもできない。それはなんでかって危険物をそこに置いてるから、はい、お客さん入ってるのに。その間はもう目を離していけない。ずーっといなきゃいけない。決まってほんで、なおかつ、最近はね、負けても上げてるかな。基本的に、ね、試合に勝ったら花火が上がるのよ。ああ、じゃあ。負けたら、うん、そそくさと勝たして、ま、ずっと待ってたのに。そうです。すごい延長でも上がりますか？うん、でも大概今12回で終わるから、あ時間計って、大概勝った時は上がる。でも一試合長いですよね。3、4時間。長い。ありますよね。トイレも行けない。狭いよ。狭くて高くて怖いよ、怖そう。何回も上がってるから、あれもうほんと怖い。狭くて。それもうほんと一人の人が毎回それやってたんですか？うん、一人から二人いるのかな。で、それでずっとやっている。YouTube 見れます？ YouTube？ 全然 YouTube いくらでも今もあるよ。俺全然ある。まあ今写真がこれでもあるけど。YouTube 見れんのかなと。あ、上で上で。そういう心配ね。野球見なきゃいけない。野球見てるだろ。野球見ないでしょ。だから上で YouTube 見てる。YouTube 見ちゃダメだよ。仕事中だし。さあ、CM の後もカンニング竹山さんと一緒にお送りしていきます。クレジットカードキャッシングの過払い金、もう時効で取り戻せないと思っていませんか？実は時効でも返金してくれるカード会社が何社かあるんです。あなたの過払い金、間に合うかも。無料でご確認を。0120-10-10-10-10-10-10の中央事務所へ。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ここで日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの原さん、お願いします。はい、お伝えします。県央道の八王子ジャンクション方面に向かう外回りは、海老名インターに大型トラックが故障して止まっているため3キロ渋滞しています。その先は相川トンネルで事故のため5キロ渋滞しています。東北道の下り線は岩槻インター付近で事故のため3キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。都心環状線の内回りは千代田トンネルで事故のため6号線の上りの駒形まで渋滞しています。中央環状線の外回りの初台南出口は乗用車が故障して止まっているため利用できなくなっています。日本道路交通情報センターの原でした。原さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は辛坊治郎ズームそこまで言うかの中で3時56分頃お届けします。暑い夏はクールビズだよな。私はキュウリビズだね。キュウリビズ、体の内側からクールダウン、暑い夏にはキュウリビズがおすすめ。青森、岩手、秋田、山形、宮城、福島のキュウリを食べて乗り切ろう。キュウリビズ、いいね。The Radio Show。さあ、引き続きカンニング竹山さんをゲストにお迎えしております、はい、ね、今日メールもいっぱい来てます、はい、来てますね、はい、そうですね。いいですか、竹山さん、質問です。どうぞ。ひまわりさんです、うん、前半戦のソフトバンクホークスの MVP は誰でしょうか、はい、うん、ちょっと怖い話になりますけど、はい、まあ、それはソフトバンクの選手に僕は番組でインタビューしたりいろいろ聞いたりすると、はい、ソフトバンクやっぱ強いのは打線なんですけど、うん、一番は周東選手っていう、あ、一番周東っていう、ね、WBC も出てた。そうです、もちろん近藤選手もすごいですよ、山川選手もすごいんだけど、うん、一番に足の速い周東がいることによって、うん、初めに周東選手が一番バッターで塁に出るよね、はい、塁に出たらそこから盗塁ができるから盗塁かますよね、うん、そうすると試合始まったばっかなのに気づいたらもうランナーが一人二塁にいるわけ。うーん、得点圏ランナーって言って、うん、ここで周東が二塁にいるときに次のバッターが外野にヒットを打てば周東足が速いからこれ1点入るわけ、はい、もうリーチの状態ってことですね。そうです。だから向こうのピッチャーも焦るでしょう、うん。これを置いたっていうのがやっぱりすごいです。やっぱり一番の足は大事なんですね。大事なんですよ。で、2番の今宮っていう、これもバントもできればバッティングもできる。で、3番から恐ろしい打線になるわけ。うん、ソフトバンクは。はい、その、もう今柳田選手っていうのはちょっと怪我して休んでるけど、はいはいはい、柳田が来て、今栗原選手が来て、はい、で、山川っていうホームランバッターが来て、山川をそれ終わったらまた、うん、もう本当首位打者にもなるんじゃないかって、近藤っていう。で、コンちゃんっていうのがいるんだけど、近藤も WBC で。そうです、見ました、見ました。そうそう、それもいるから、ね、もうピッチャーは気が気じゃないわけさ。はい、で、そこで大量得点が生まれていく、うん、終わったらまた後半の、
クリーンアップって言われてるんだけど、はい、それが続いていくからうんだからピッチャーはずっとびっくりするし向こうは周東選手は周東ですか、うん、フルネームで周東ですか名字で周東って名字で中国の日本の方ですから周東さん福井か島根ですよねだから老名手がまだ頭の中にあるシュートは何々です名前ちょっと、まあ、ど忘れちゃいました、うん、やっぱりその打線なんだシュートは右京さんだシュートは右京だそうだそうだ、うん、めちゃくちゃかっこいいよめちゃくちゃかっこいいじゃん名前顔めちゃくちゃかっこいい、ね、あと周東選手もそうだし、はい、これは取材して分かったことですけどもう別にホークスだけじゃないけど、うん、プロ野球選手は結構と思いやってるんだけどホークスの選手みんな試合前、うん、香水つけてますあらあらなんですかもうちょっと。周東も周東。周東もつけてます。結構いいところ香水みんなつけてます。いや今若い選手たちはやっぱり。そうなんだ。気にすんのよ、そういうこと。そうなんだ。うん、へぇつけてますよね、漫才前に。漫才つけてねえわ。気にしたことないですもんね。やっぱそういうとこだな。やっぱり、こうやっぱ、もう出役でもありますもんね。やっぱりこう選手も、野球だけできればいいんじゃなくて、うん、やっぱりちょっともう憧れの存在でありたい。ね、ありたいですね。ちょっと子供のね、近く通った時に、あの選手いい匂いしたなとか、そういうのがやっぱ子供はもうやっぱ残ってるから、憧れの存在になるっていうことですね。だからそういうこと考えて香水つけてるんですかも聞いたんですよ、はいはいはい。そしたら一番嫌なのは、うん、自分がヒット打って一塁に行くでしょ、うん、だから相手チームの一塁守ってる人がいるでしょ、はい、そいつに癖と思われたくないって言ってました。そこなんだ。こいつ癖なと思われたくない。それが一番あるって言ってました。そこなんですか。いやー、いいですね。だからもう、いろいろメール来てますけども、はい、ラジオネーム。仲良くなりたいさんです、私ライオンズファンの仲良くなりたいと申します、はいはい、まずは竹山さんぶっちぎりの首位おめでとうございます、はい、すいませんホークスね、我がライオンズは早々に自力優勝の可能性が消え、はい、クライマックス出場の可能性も消えようとしています、うん、そんなホークスファンの竹山さん質問です、はい、私は残りのシーズンをどのように楽しめばよいのでしょうか。切実な問題です、うん、回答をお願いいたしますという、まあ、今最下位のライオンズファンの方からの、ね、まあ、嘆きですね。これは逆の、ね、立場の時もあったわけです。いやいや、もちろんそうですし、ね、私あのこの春過ぎにですね、うん、その浜松町の方で、はい、ちょっといろんなライオンズとホークスのいろんなこう選手間のトレードの問題とかいろいろあって、はいはいはい、それをちょっと浜松町の方でラジオでですね、はい、優しく喋ったつもりなんですけど、はい、それ言った瞬間にあのライオンズファンの人が総叩きに遭いまして浜松町ってライオンズの球団と仲いいから。まあ、まあ、やっぱあのトレードというか、あれに関しては、やっぱもうね、浜松町はもうそうですよね、ライオンズ。まあそうですね、そうですね。あで、ね、でもあの好きですよ、ライオンズ。だって、ライオンズは昔福岡にいて、僕が一番好きになったチームは、クラウンライターライオンズっていう。あ、そう、もともとはそっちのファンなんですね。そうです、そうです。あなんですけど、だから、西武も頑張ってほしいんですけど、でも、そういう時はですね、はい、来年以降の新しい若い選手とかをずっと見るんですよ。うん、そいつ来年来るぞとか。なるほど。今こういうチーム状況だけど、はい、2軍のこの辺来るなとか、はいはいはい。で、今年こういうピッチングしてるけど、この選手は、でもここ直せば伸びんじゃねえかとか、うん。なんかそういうのをこう見てると。来年も野球ありますから。若手を見て楽しむと。そうです。いうことだ。はい。二軍の選手もしっかり見て。そう、だって来年も再来年もあるのよ。で、毎回同じチームが勝つわけじゃないし、昔は V9 って言って巨人が9年連続優勝もしてたけど、そんなのもないから今。パリーグもずっとオリックスでしたもんね、この3年間。そうです、そうです。ずっと。変わっていくからさ。うん。西武の若手で誰かいるんですかね、今。若手だと。いや、出てると思うよ。結構いると思うよ。あの、ちょいちょいとね。うん。やっぱ、でも、ここまでやっぱ、ライオンズ、不調になるとは思わなかった。野球って面白いのよ。去年、阪神タイガースがぶっちぎって、はい、そのままのメンツで、はい、今年戦うから、はい、阪神だろ、セリーグってもなってたんだけど、やってましたよね。まあ、今も強いけど、3位とかにはいるんだけど、なかなかぶっちぎれないそうですね。なんでっていうのはありますよ。ここでね、今、巨人首位に。なるほどですね。はい。ラジオネーム、土屋ホームさんです、はい。ソフトバンクのヘルナンデス選手が、うん、投手か、ヘルナンデス投手が、うん、指輪をはめたまま登板していましたが、うん、どう思っていますか、指輪をやったまま登板してて、はい、で、それ外したんですよね。はいはい、外して投げたら、一昨日かな、うんうんで、デッドボール2発投げてましたね。やっぱ調子が悪くわかんないけどね。もともとは普通は外して皆さん投げられるんですか。まあだから投手のその癖とかじゃないの。でもこっちはめてるからヘルナンデス右だよね確かね。あ、利き手じゃない方にはめてるんですか。投げる方にはめてる。左だから利き手にはめてんだよね。うん、左にはめてるから。だからなんか違和感とかなんか外したんじゃないの。だからそれは自由なはずだから。まあまあそうですよね。別に規定はないですよね。はい、指輪してちゃいけないとかはないでしょうけども。あ、あるんだ。あ、じゃあダメだったんだ。気づかなかったのか。
そうかそうか。それ気づかなかったことはそうだ。問題そうか、もう試合前にいつも外してたのが。そうか、うん、気づかないでやってたんだ。デッドボール？なるほどね。やっぱ、でも外さないとやっぱ変化球変わるもんね、確かにね。そうですね。うん。そういう細かいやつもあるな、っていろいろ。そうなんですね。小百合子さんです、はい。中学生の息子が今シーズンからソフトバンクホークスにハマってます。あら、ありがとうございます。この夏休みの旅行先は福岡にしました。いいね。みずほペイペイドームで野球観戦します。はい、初めて行くので、ペイペイドームのおすすめグルメや周辺の観光スポットなどあれば教えてください。うん、これは知りたい。ペイペイドームの目の前はホークスタウンみたいになってて、ホークスタウン。で、ご飯食べるとことか買い物するとことか、ちょっとプチデパートみたいになってて、そこに、あれ、なんて言えばいいのかな、なんか、はい、ジップラインじゃないけど、はいはいはい、ちょっとこう遊具みたいな、お金払って乗ってバーって長い滑り台降りるようなすごいものとかがあったりとか、ペイペイドーム行くと食べ物とかはもう本当にいっぱいいろんな選手のお弁当とかそういうのがめちゃくちゃあります。これっていうよりも、であと鳥皮の店、福岡の鳥皮知ってる？あの甘いやつ、はい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 、美味しい串のやつ。あ、串だ。はい、うん。それが、うん、前はね、高翔だっけ、ペイペイドームに居酒屋が入ってたのよ。はいはい、そこが鳥川の店になってるから、うん、結構並ぶけど、そこで一杯やりながら窓越しに野球見るってこともできるし。ああ、なるほど。はい。いいですね。運が良ければよ。運が良ければ、うん、藤井文也さんが来てる日があるわけ。うん、ね。運が良ければ。運が良ければ、藤井文也さん来てる。文也さんが来てる日は、試合に勝って花火が終わったら、文也さんがグラウンドに出てきて、文也さんが勝利の空へって曲を持ってるの。え？それを生で歌ってくれます。もう、仕事で来てるんじゃなくて。仕事で来てる時もあるし、文也さんに直接聞くと仕事じゃない時もたまにあるわけ。たまにあって、その時に。勝つと出てきて歌う。負けると歌わないけど。はい。でも運が良ければよ。いや、それすごいな。球場内で歌ってくれるってことですか？球場の前のピッチャーのとこに試合終わったら行って、勝利の空へ歌ってくれる。生歌で歌ってくれるんですよ。はい、もうだからもうほんとホークスファンだから。そうです、地元だから。ホークスファンだから。ああ。ただ、はい、ただ、僕は身内みたいなもんですから言うと、はい、意外とベロベロです。飲むからね。はい、兄貴も飲むから。そうです、でもプライベートで行ってたらもう飲みながらやってるから でも歌ってくれます。歌ってくれる、はい、それもいいね。いいですね。貴重だわ。いいよ、楽しいよ、ぜひ楽しんでください。はい、この後も竹山さんには引き続きお付き合いいただきます。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので確認はとても大事です。また他の事務所で断られた方も大歓迎。当事務所なら給付金を受けられるかもしれません。最後に、この給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。まずはあなたも給付の対象かご確認を。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。話の途中で断っても大丈夫。相談は無料です。お電話は0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。あなたとハッピー、柿山忠です。熊谷美穂です。明日のコメンテーターは経済アナリストの森永康平さん。森永卓郎さんもオンラインで参加です。ゲストは野村萬斎さん。話題の映画について語ります。柿山忠、あなたとハッピーは明日朝8時スタート。ラジオリビング、前島香乃アナウンサーです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、今日のラジオリビングなんですが、とうとう最新型超節水モデルトイレのトータルリフォームをご紹介します。はい、6月メーカーの値上げ前に圧倒的な安さでご紹介できますよというふうに先月言ったんですけれども、うん、放送後もたくさんのお問い合わせいただきまして、はい、メーカーと交渉の末、なんとか滑り込みで
今日の最後の1回が実現しました、本当に最後なんだ、本当に今日がラストチャンスで、8月にメーカーが値上げを予定してますので、値上げ前のラストチャンスなんですよね。でこの機会を逃すとお値段が上がりますので、ぜひご検討ください。やっぱりもうラストチャンスですから、皆さんも駆け込み需要がすごくて、朝からそうなんですよ、でリビングのトイレのリフォーム選ばれる理由なんですが、今お使いの便器タンクの交換に加えて、床や壁紙の張り替えまでできるトータルリフォームだからなんですよ。ああいいね、ここまでやってくれる。そうなんですよ、お客様からもこう床とか壁紙の張り替えができるリフォーム見つからなくて困ってたんですよ、と声いただいてまして、他ではなかなかない超特別価格のリフォームプランなんですよね。でまた嬉しいのが超節水モデルなんです。23年前のモデルに比べると、流す水の量をなんと70% も下げてます。こんなに変わるの新しいのって。そうなんです、こんなに変わるんですよね、相当大きいですよね。で例えば4人家族の場合ですと、年間でおよそ14,000円の水道代が節約できる。大きいですよ、本当に大きい、光熱費も水道代も今上がってるじゃないですか、なので日々の生活を変えずに節約できるっていうのが、ね、ポイントになってるんです。さあ気になるのがお値段だと思います、ある業者の見積もりでは、ウォシュレット付きトータルリフォームは449,900円でした、これくらいします。それがラジオリビングでは標準工事費込み税込み248,000円です。こんなにお安くなる、込みで、すごい込みですよ、で通常別料金になることも多い解体撤去費廃材処分費全部込みでこの価格という、から人気なんですよね。床の花瓶の張り替え必要ないなという方もですね、便器タンクの交換のみもできまして、こちら税込み129,000円から受けたまわります。詳しくはお電話でお問い合わせください。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 です。リフォームすると圧倒的にお掃除が楽になるんですけど、本当に今ちょっとお写真ありますけど、スタジオにも全然もうあの壁床違うと思うんですよ、新築みたいな、全然違いますよね。そうなんです、絶対必要じゃないですか。で TOTO 独自の技術で陶器のこう表面をツルツルに加工しているので、そもそも汚れがつきにくいんですけど、便器の縁段差がない縁なし形状で、縁の裏のこう汚れに悩まされずにお手入れすごい簡単なんです、さっとこう拭き掃除ができちゃう。でしかもあのウォシュレット、いやいるよ、ウォシュつけた方がいい、大事ですよね、高機能モデルです、人気の壁に取り付けるリモコンタイプになってまして、TOTO独自のきれい除菌水も搭載してます、ウォシュレットのこのノズル部分を、洗浄だけじゃなくて除菌までしてくれるので、より清潔に使えるという機能がね、いいですよ ね、で無料でお見積もりに伺った後に工事1日で完了します。1日で終わるの。で工事エリアは島嶼部を除く関東1都6県プラス静岡山梨です、正直このスペックでこの価格プラン、今日本当に最後なんですね、本当に最後なんですよ、で長年住んでいてちょっと一度もリフォームしたことないけどずっと考えてたんだよなって、やっぱり重い腰上がらないじゃないですか、そういった方にぜひこの機会お聞き逃しないようにお願いしたいですね。さあ、とうとう最新型超節水モデルトイレのトータルリフォーム、ウォシュレット付きトータルリフォームは標準工事費込み税込み248,000円、その他便器タンクの交換のみ、ウォシュレットなしなど各種プランをご用意しています。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 までぜひどうぞ。矢島香音さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お土産の毎日コート、レシートも日本行動製品のレシートで現金1万円が当たるかもって聞いて大切にするね。応募してね。心躍る香り弾む日本行動の夏祭りキャンペーン、詳しくはお店やホームページで。日本行動ラジオを聞いている経営者や企業の宣伝担当の皆様、日本放送であなたの会社やお店の宣伝をしてみませんか。会社や商品の名前をもっと知ってほしい、新商品サービスを宣伝したい、そんな方はぜひ日本放送企画書サイトをご覧ください。サイトではラジオやイベントによる広告事例や音声 CM など様々な企画を掲載しています。
広告のお仕事をされている方も大歓迎。今すぐ日本放送企画書サイトで検索してください。おかげさまで開局70周年、笑顔になれ日本放送。アズマックスです。火曜日バリーにリオデジャネイロオリンピックの金メダリスト、元女子レスリング選手の遠坂絵里さんが登場。最近バラエティでもよく活躍されています。パリオリンピックも近いし、いろいろ聞いちゃいましょう。ビバリーは明日火曜11時半からお楽しみに。サントリーセサミンバイタルプレゼンツ、頑張る人応援しましょう。この時間はサントリーセサミンバイタルがお送りします。続いてはこちら、セサミンバイタルプレゼンツ、頑張る人応援しましょう。今夢や目標に向かって頑張る人、夏までに実現したいことがある人たちを応援しようという企画です。竹山さん、はい、どうでしょう、今実現したい目標とかありますか？一刻も早くハワイ行きたい。ああ、ハワイ、うん、ちょっとしばらく行ってないですか？ないですね、ちょっと予定がね。あ、はい、まあ、円安、ね、そう、ハワイ行きたいしね、そっか。お店もやってます？もう今やってないよ。もう今やってない、今やってないですけど、でもハワイ行きたい行きたい行きたい、はい。さあ、メールも届いております、紹介しましょう。まずはラジオネーム半熟うずらさんです。これまで関東地方以外で暮らしたことがありません。なので関東地方を出て移住したいと考えています。寒いのが苦手なので北は無理かな、海ある県がいいな、何県にしようか迷っています。複数候補があるので下見の旅行も検討中、どこかおすすめありますか、ということです。いいですね、なんか自由なね、移住ね、どこだろうな、移住したいっていうのは、沖縄とか、なんか憧れるのは、ちょっと南国、いきなり初めてにしたら南国すぎるかね、いいとこだけどね、沖縄もいいけど、これはもう一番いいのは福岡ですよ。福岡、福岡だって関東以外、関東から出たことないんでしょ。そうですね、で北は苦手っていうから、海ある県、福岡か。福岡はね、一番いいですか。もうそこそこ都会だし、山も海もあるし、物価もまあ東京に比べるとちょっと安いし、はい、で子供の教育もいいし、へー、福岡が一番ベスト。のんびり暮らすとしたら、福岡のどのあたりがいいとかって、だから 今人気のエリアになってきたけど、糸島ってとことか、へー、あと何かな、ちょっと太宰府の方までちょっと下がるとか、結構もう住宅地だけどね、でもゆっくりできますよ。はいはいはい、料理美味しいってイメージがやっぱあります、福岡は。やっぱいいですね。スーパー行くと一番わかるよね。東京には売ってないものとか普通に安い値段で売ってるから。私のでも友達も、福岡に移住するって言って、あの公園、有名な公園あります。大堀公園？あの近くに家買いました。あ、じゃあいいとこよ。めちゃくちゃいいとこ。マンション買いました。子育てに。あ、本当？小学校上がるタイミングでね。この辺に住んでる人が。そうです。家買って。移住するんだ。移住するんです。東京に比べると安いからね。まあそれでもまあある程度はしますけど、ね、はい、東京の値段に比べると安い。あ、もう大堀公園の近くは昔お杉さんも住んでたからね。あ、そうなんですか。で今福岡の都市伝説知ってる？なんすか。結構見たって人がいるんだけど、はい、朝の大堀公園を歩いてると、はい、井上陽水さんが散歩してる、これ福岡都市伝説ね。多分でも本当にいるんじゃない？散歩してる陽水さん見れるんですか？陽水さんもだって福岡だから、多分東京と福岡で行ったり来たりしてると、もしかしたら、わ、すごい、朝散歩あるよね。いいかもしれないですね、福岡。確かにこれは、はい、はい、高太郎さんです、はい、この夏8月の下旬頃に富士山登山を計画しています。そのため毎日トレーニングをしています、はい、主に足腰を鍛える運動をしているのですが、今年は暑さですでにバテそうです、うん、山に登る前にはバテては意味がないので、しっかりとした計画を立てて無理のないトレーニングをしようと思っています。いや、富士山登山ね、本当大変だって言いますけど、いや、トレーニングちゃんと、でもこうやって毎日トレーニングしてたら大丈夫そうですけど、いけるでしょうね、きっと。ね、テレビ見てると富士山のほら専門家の人とか山小屋の人は、今ほら、あのインバウンドの人も気軽な格好で来るから怒ってたけどね。あ、そうそう、山舐めんなって ね。草履とかで来るからね。そうなんですよね。B さんとかで来ちゃって、絶対後悔するっていう。本当に危ないから。そうですね。ちゃんとしてる、危ないから、ちゃんとしてくれって言ってたね。3000メートルですから。もうね。もうちゃんとやっぱね、トレーニングしていった方がいいわ。はいはい。はい。さあ、次じゃあ竹山さん。はい、行きましょう。ラジオネーム、オーボエコーバエさん、はい、
自分が所属するオーケストラは、うん、2020年7月の演奏会が創立20周年記念公演となるはずでした、うん、が規模が大きかったこと、合唱団との共演を予定していたことから、うん、コロナ禍により中止、延期、てんてんてん、かっこベートーベンの第九をやります、うん、今年の9月8日、4年も経ってしまいましたが、リベンジ公演をすることになりました。すごい。自分は創立当時からのメンバーなので、思い入れは半端ない。やっとできる。目指すは満席大成功。うん、毎週土曜日の練習にも熱が入っておりますと。いやー、よかった。やっとできるんだ。4年経ってね。4年よ。4年できなかったのよ。いやー、ほんとそうですよね。大変だって、もうその学生さんとかね、はい、その4年間ずっとリモートだったとか、うん、いますもんね。そうだね。やっとできる。いいですね、オーケストラとかはまあ確かにそっか、うん、できないでしょうね。大勢集まって練習しなきゃいけないし。オーケストラの練習ってどうするのかね。あの吹奏楽もそんな見たことないから、はい、じゃあこの方とかもどっかに集まるわけでしょ、きっと。そうですね。でみんなでイーンイーンイーンって音鳴らしながら、ね、みんな座るわけでしょ、はい、何回ぐらいやるんかな。じゃあこの曲やりましょうがありますよね。そうですね。ここからここ芸人のそのなんかね、うん、合同コントとかの練習とは違うでしょうね。相当やっぱ練習、相当もうタイミングバッチリ合わせてっていうのをちゃんとできないと。そうですよね。うん、でそんな時になんかこうなんか指揮者みたいなその人がさ、はい、そのリーダーみたいなのが、はい、じゃあストップって。なんか違うなって言い出すとドキドキしない？なってますよね。そう、のらちゃんの周り、そのバイオリンの周りとかみたいな。ああちょっともう一回そこだけ行くみたいな。あれ私の周り。誰かがね、誰かの音がっていう。うん、で見つけられた日にはたまんないよね。その緊張感。自分も分かってますよね、多分ね。自分は。名乗れよって。すっげえ緊張しない、それ。確かに。そうだな。いや、9月本番ということですから、ね、楽しんでくださいね。頑張ってください。はい、さあ、ということで、昔やってたスポーツや、趣味を始めようという人も多いと思いますが、錆びついた体はなかなか元に戻らないもの、無理せずに頑張ってもらいたいと思います。あなたが叶えたい夢は、今頑張っている目標を教えてください。できれば具体的な内容でお願いします。頑張るみんなの夢を書いたセサミンバイタル短冊を作って応援していきます。はい、あなたの頑張りたい目標と住所、本名、電話番号も忘れずに書いて rs@1242.com まで送ってください。懸命に頑張る人を応援しましょうと書いてください。たくさんのメールをお待ちしてます。番組で紹介された方には頑張る人を応援するサントリーウェルネスからサントリーセサミンバイタルおよそ2週間分を差し上げます。機能性表示食品サントリーセサミンバイタルにはセサミン、アスタキサンチンが含まれます。セサミンとアスタキサンチンには日常生活における疲労感を軽減する機能が報告されています。ぜひこの機会にお試しください。以上、セサミンバイタルプレゼンツ頑張る人応援しましょうでした。次の信号を右方向だからな。え？だからな？ごめんなさい、ごめんなさい。人もナビも夕方過ぎれば疲労感。セサミンとアスタキサンチンで疲労感軽減。サントリーセサミンバイタル。機能性表示食品。だからな。目的地周辺です。音声案内を終了します。え、何？片付けてる？お疲れ。帰った。帰ったよね。人もナビも夕方過ぎれば疲労感。セサミンとアスタキサンチンで疲労感軽減。サントリーセサミンバイタル機能性表示食品です。この信号を左方向です。やべ、通り過ぎちゃった。ち、え、あなたはいつも私の話を聞いていない。人もナビも夕方過ぎれば疲労感。セサミンとアスタキサンチンで疲労感軽減。サントリーセサミンバイタル機能性表示食品です。サントリーセサミンバイタルプレゼンツ頑張る人応援しましょう。この時間はサントリーセサミンバイタルがお送りしました。時刻は2時52分になります。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク後藤さん、お願いします。はい、お伝えします。自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件で、政治資金収支報告書に収支を偽って記載したとして、政治資金規正法違反の罪に問われた二階派の元会計責任者の論告求刑公判が、今日東京地裁で開かれ、検察側は禁錮2年を求刑しました。政治資金規正法違反の虚偽記入の罪に問われているのは、
二階派の元会計責任者永井仁志被告70歳です。永井被告は2018年から22年までの分の二階派の収支報告書で収入と支出を実際より合わせておよそ3億8000万円少なく記入したとされています。永井被告は先月の初公判で起訴内容を認めています。判決は9月10日に言い渡される予定です。アメリカのバイデン大統領が大統領選挙からの撤退を表明したことで民主党は新たな候補の選定に入ります。バイデン大統領が後継指名した59歳のハリス副大統領が現時点で最も有力ですが無条件で承認されるわけではなく来月19日から中西部シカゴで開く党大会までに一本化できなければ混乱が起きる可能性もあります。次です。手口が巧妙化し高止まりが続く特殊詐欺被害に対して日本放送では今日から今月28日までの1週間警視庁の全面協力を受け特殊詐欺撲滅キャンペーンを実施しています。キャンペーン初日となった今朝飯田浩司の OK 浩司アップでは警視庁の森本義幸副総監が特殊詐欺に遭わないために次のようにリスナーに呼びかけました。被害に遭わないようにするのは難しいと思われるかもしれませんが簡単なポイントが一つあります。それは電話や SNS のやり取りの中でお金の話が出たらまずは一旦話をやめることです。そしてすぐに周りの人に相談してください。警視庁によりますと今年に入って SNS 型特殊詐欺や架空料金を請求する詐欺の認知件数が増えているほか最近では新しい紙幣の発行に便乗した詐欺も発生しているということです。日本放送では特殊詐欺撲滅のキャンペーン CM をさまざまな時間帯にオンエアするなど夏休みの時期に幅広い層のリスナーに向けて特殊詐欺撲滅のため啓蒙を行ってまいります。おしまいにアメリカメジャーリーグドジャースの大谷翔平選手は21日レッドソックス戦に1番指名打者で出場し5回に4試合ぶりのホームランとなる30号ソロを放ち4年連続でホームラン数が30本に到達しました。日本人メジャーリーガーでは初めてで日米通算250号にもあと1本に迫りました。この時間のニュースは以上です。後藤さんありがとうございました。デビュー15周年を迎えるロックバンドアフラットームサークルが日比谷野外大音楽堂でワンマンライブを敢行。アフラットームサークルデビュー15周年記念公演ライブアット日比谷野外大音楽堂8月12日月曜休日予定数完売につき追加販売を実施中。はい、はい、今日はテーマメールね、はい、テーマメール、こんなとこで丸々しました。はい、テーマメール、はい、あテーマメールこれいきましょうか。いいですか。じゃあ、はい、お願いします。はい、ラジオネームガンビーヌさん、はい、駅の入り口で待ち合わせしていた時のことです、はい、突然うわーっと叫んで膝から崩れ落ちた人がいました、うん、何事かと思ったら続けてまた外した儲けはやめろとのこと化け外しおじさんの魂の叫びでした。人騒がせにも程があります。今はもうネットでやっぱ買って、はい、であのレースもね、そうね、スマホで見るっていう方が多いですから、ね、どこでも競馬楽しめるからやめないね、叫び声が聞こえるという状態ですよね、いくらかけたのかねこの人ね。竹山さんに質問です。質問系、はい、はい、カンニング竹山さんと水道橋博士さんのバスへの会場で行われたトークライブを現地で2回とも観覧させていただきました。ありがとうございます。とても楽しかったです。その中で数日間続く単独ライブでも喉が潰れないようにするには発声方法を工夫されていると語られていました。普段のケアではどういうふうにしているんでしょうかという。これは毎回ね声を枯らしてたから古舘一郎さんが教えてくれて、はいはい、で古舘さんのアドバイスでこうちょっと稽古つけてもらったじゃないけど、うんうん、僕 100% 全部フルスロットで出してたわけですよ、はい、だからそれは内容によってはここはすごいこと声を落とすとか、あ その喋り方した方が後が聞くだろうと か、はいはい、かそれ全部でこう計算をしていくんですよ。大変、はい、でそれによっても2時間1人で喋りっぱなしだから、はい、だからそういうのをいろいろ組み合わせていくって、そこはここまで切れなくて、そんな 100% で切れなくても70% で切れても十分伝わるとか、100と変わらないぞとか、なるほど、そういうのを古田さんが全部こう教えてくれたりして、っていうのもありますけど、だからそれプラスやっぱあと舞台中やっぱ薬は入れてます。あ、そうですか。怖いから。
ックス、あのお医者さんに行ってそこの専門の人がいて、っていうのはありますけど、今ちょうどね2人ともちょっと喉が、ね、喉やられてるね今ね、良くないから全然治んないですね。そう、だ俺もそう 1ヶ月咳が止まんなかったから、はいはい、サウナもうずっと行ってなかったんですよ、大好きなサウナに、はいはいはい、でももう行こうと思って、うん、行くようになったらちょっと良くなったんですよ、うん、サウナの話ですけどね、なんかちょっとやっぱ、はい、ストレスもありますよね、もうあると思うね、みんな忙しいからね、でも我慢してってなると、うん、もうお酒も喋らないってわけにいかないからね、この仕事は。これはそうですね、うん、やっぱまあ休めるのが一番なんでしょうけど、ほどほどに喋りながらケアするってことでしょうね。短い質問も1個いいですか、はい、ヘルナンデスさん、うん、カニング竹山さん質問です、はい、ホークスの小久保監督はどんな香水をつけていますか、うん、小久保監督はねやっぱりねなかなかインタビュー取れないんですよ。ああ、そうなんだ、やっぱり怖いの、目あったらあこんにちはって言ったら、うん、こんにちはってどうですかいいよっていうぐらい、ああ、まあそっか、監督はねなかなかそうですね、なかなか難しい、近づきになれないですやっぱりね、それも威厳があってこその監督です。今ついに新内閣の面々が姿を現しました。未曾有の危機を迎えた日本が取った最終手段、それは歴史上の偉人たちを復活させ最強内閣を作ること。もしも徳川家康が総理大臣になったら、7月26日公開。ベリーベスト法律事務所より大切なお知らせです。建設現場でアスベスト、石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。対象は大工だけでなく、内装、電気工、吹付工、左官、配管工、解体工、現場監督など。さらに、現場に出入りしていた方、運搬していた方も可能性がありますよ。特に、中皮腫、肺がん、赤面肺、微慢性胸膜飛行と診断された方、または労災保険を受けた方や、石綿健康被害救済法の給付を受けた方は、対象の可能性が高いです。対象者が亡くなっている場合は遺族の方が対象です。大体の職歴と病状が分かれば、あなたがいくらもらえるのか無料で確認できます。お電話は 0120-70-7000 番 70-7000 番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。
ないですからね。大変やったにもかかわらずね。そうですね。ありますよ。ジョイナーになりたいですよ、私は。ね、だってジョイナーになりたいと、はい、ね、いうことで、まあ、何かと話題の芸人が連日登場するナイツアラジオショー、来週もどうぞお楽しみに。はい、さあ、そして、竹山さんからもですね、ちょっとお知らせを。すいませんね、ごめんなさいね。私、月に一度ネットで配信している、はい、私たちのチームが作っている竹山ライブショーという番組があります。はい、今月はなんと明日なんです。火曜日、うん、夜、明日の夜8時から。これね、有料で一応1000円かかります。はい、竹山ライブショーで検索するとそこに入るところがありますんで、はい、そこからちょっと1000円払っていて、開票1000円払っていただけると、うん、いただけると、この番組が明日生配信で見れます。はい、明日の配信のゲストはですね、うん、意外とこの番組大物の人来てもらってるんですけど、ちょっと明日特別版ということでですね、アメリカズゴッドタレントで、ゴールデンブザー獲得した我が事務所の後輩のシューマッハって若手がいます。すごい。今もう時の人じゃないですか。はい、でこの人を呼んでですね、このコンビを呼んで何を聞きたいかっていうと、アメリカンゴッドタレントってどうやって出ていったのかとかそうです、ね、どういうオーディションなのかとか。いや確かに聞きたいですよ。はい、だから申し訳ないけどシューマッハのパーソナルは一個も聞かないと思いますもうアメリカの話だけ。そう、何があってどうしてるのかとかどうやって出なんかあるじゃない、聞きたいことあるじゃないですか。リハーサルはどんなんだとか。サンミュージックの後輩だった。サンミュージックなんですよ、シューマッハ。だからちょっと明日はですね、そのアメリカのことをちょっと聞こうということで。いや確かに、はい、まあ、今ねなんか TT 兄弟も行ったり。そうなんですよ、安村君からちょっとやっぱ流れ来てますから。来てるんですよ。だからその中身のことを知りたいから、それを聞き出そうと。そうですね、思っております。でもう一個です、はい、私も世話になっております演出家マッコイ斉藤さんがプロデュースする山形ロックフェスというのがですね、10月27日日曜日に山形の天童市スポーツセンター野球場で開催されます。湘南の風騎士団中で出演いたします。すごい。私カンニング竹山も出演します。こちらもチケット売り出し始まっておりますので、山形ロックフェスぜひよろしくお願いいたします。山形ロックフェスもですね、はい、なるほど。ということで、竹山さんにはこの後もお付き合いいただきます。お願いします。ズーム辛坊治郎ズームそこまで言うか。ゲストは明治大学教授の海野素央さん。トランプ前大統領の暗殺未遂事件が今後のアメリカ大統領選挙に及ぼす影響を考えます。ズームは今日午後3時半から。絶対聞いてちょうだい。月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は中川家、土曜日はサンドイッチマン。ラジオショー3時台はパートナーに寄り添う企画をお届けしています。月曜はこちら、旦那の愚痴川柳。連日の猛暑で疲れているとついつい旦那さんへの愚痴も増えがち。直接ぶつけると離婚の危機になりますから、こういう時こそ川柳に怒りをぶつけてもらいたいと。竹山さんはどうでしょう、奥さんからなんか怒られたりとかもあるんですか。いや怒られっぱなしですよ。怒られっぱなし、はい、怒られっぱなしです。あの換気扇の下でタバコを吸わせていただいてるんですけど。吸わせていただいてる。終わったら換気扇を切るんですけど、はいはい、すぐ切るなと。なるほど、はい、ちょっと余韻をね、でタイマーとかあるから、それでやってくれと。なるほどね、それでこれで怒られました。そういう細かいこといっぱいありますよね、はい。さあ、それでは早速紹介していきましょう。ラジオネームポッポのポさんです。あと食べて渡されたけどほぼ皮じゃん。主人はスイカが好きで、はい、大玉を買ってきては自分でカットして食べてるのですが、はい、欲張って大きく切りすぎて食べられなくなったのを私にくれます。ほぼ皮の部分です。新婚の頃、一番美味しいところくれるなんてありがとう、と嫌味を言ったのをそのままの言葉で信じているのかもしれません、今時カブトムシだってもっといいもん食ってるわいということですね。そっか、スイカ好きなんだ。スイカね、嫌だよね。でも皮、ほぼ皮のやつ渡されてもね。いや甘くないしね。全然甘くないですもんね。あれね、スイカはもう本当にその身とこう皮の部分のね、もう落差がすごいから。すごいね、あれはもう本当に。そう、どこまでね食べるかが大事ですからね。例えば前やっちゃ、毎年やっぱり私、志村けんさんのあれ、早食いね、早食いやっちゃ、有名しやっちゃうんですよ。いや憧れてたよ、ずっと子供の頃はね。腕落としたくなくて小学校の時からやってたから。どこでやるの。流しでやんの。流しでやります。流しでゲーってやる。それ用に取っといて。それ用に一切れ絶対取っといて。取っときます。それはね、はい。毎年やらないと落ちちゃうからね。腕が落ちるから。それなんだ。いや、いいですね、スイカ。ライミンさんです。はい、
夏休みママの時間が減るばかり。そうだろうね。今週ね、全国から聞こえて、ね、参りますね。夏休みになりまして、うん、お弁当がなくなったって言ってる人もいましたね。この間、まあ、そうです。東尾理子さんがね、はい、お弁当がやっと終わるって言ってましたけど。朝作んなくていいってこと。でも結局もう家にずっといるから。ね、昼飯作んなきゃいけない。昼飯作る。今度結局昼飯作んなきゃいけない。大変だよね、それもね。大変ですよね、どこにもね。そうね。お母さんの愚痴だね。夏休みね。これは。じゃ次、竹山さんお願いします。行きたいと思います。はい、ラジオネーム、小生さんでございます。子は可愛い。お前さんは許さん。クソオナラ。何どういうこと。いや、だから、子供のオナラは可愛いんでしょ、うん、子供のオナラは可愛いってことか。でも、何旦那の、旦那のオナラは許さん。許さん。もう腹立つな、オナラ。音違うわ。違うのかな。ブリブリブリみたいな。ああ、子供はプーってね。そうなんです。それで一旦娘のせいにするんですよ、一旦。うちは。はあ、あ、そう。ダメだよ、おならしちゃうとかって言って、パパがしたみたいな、そのやりとりをやればいいと思っている。それで、そのやりとりを可愛いだろうと思っている。思っている。違うぞと。本当に違う。もう、ひどいですね。ガムテープ貼りたいです。鼻に。鼻に。鼻に。ダメだ。塞いでやりたい。ダメだよ。塞ぎたいですよ。そうだね。さあ、続いて仲良くなりたいさん。髪切った？切ったよ。3日前だけど。難しいですね。3日前だけどのどの時の顔怖かったなーということで、この方はそう旦那さん言われた方ですね。そうですね。髪切ったって言ったよね。切ったよ。3日前だけどの時ですね。大々的に変化してくれないとさ。いや、気づかないっすよ、ね。そう。ちょこっとだけ切って帰ってきた時あんのよ。気づかないっすよ。なんかね。もっとね、わかるでしょ。なんか前髪をどうしたっていうのすごい言うじゃないですか。前髪が、こんなに変わったのにみたいに言うけど、わかんないですよ、前髪は。前髪はでも全然違いますからね。人が違うぐらい多分、女性の前髪の、全然違うじゃないですか。だからもうすごいわかるぐらいおかっぱにしてくれたら、髪切ったって言えるけど、わかんないのよ。前髪を作ったとか言うけど、毎日目見てます、しっかり奥様の目を。目を見てますか、目を見て話してます、お二人は。見てるつもりなんだけどね。あと色もね、気づかないね。色も微妙に同じ色にまた染めてる時あるんだよね。同じ色に染めてる。色わかんないですね、もっとやってくんないのね。総評して、なんか美しいねって、いつもより美しくなったねって言ってあげてください。これ不自然じゃん、なんか美しいねって。なんか言いにくいよ。なんかあんのって言われるよ。逆に。なんか悪いことやったんだ。悪いことやってんだろって思われちゃう。言われね。またかって言われ、俺行くわけじゃん。またか。土下座か、また土下座するか。言われちゃう。言われちゃうからね。ラジオ機のあなたも旦那の愚痴や不満、男性からは奥さんから言われてること、独身の方は自分の親や友達の話などから五七五お願いします。受付メールアドレスは rs@1242.com、 メールの件名は愚痴川柳でお願いします。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。現在キャッシングやカードローン経験者を対象に現金が返金されています。例えば4万円程度でもお借り入れを繰り返すと27万円を受け取れる可能性があります。あなたが受け取れるのかは電話で確認できます。受け取れるかの確認に費用はいただきません。周りの方に知られることもないし、しつこい営業電話もありません。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10-10 で、あなたが受け取れるかご確認ください。たかし、車高く売れそうだぞ。ねえ、どこに売るの？近くの車屋さん。他とは比べたの？いや、別に。はぁ、呆れた。お店によってだいたい18万8000円も査定額に差があるんだよ。そんなに？でも買取店回るのは面倒だわ。はぁ、ほんと呆れた。たった1分。車のことを入力すれば一番高く売れるお店が見つかるサイトがあるのに。なんてサイトだ？父さん、僕の名前は車たかし。そう、車たかしは最大10社の査定額を比較できるサイト。今すぐ車たかしで検索してよ。スマホでもできるから。得したお金で焼肉お願いします。車たかし。過払い金の確認は0120-10-10。中央事務所よりお知らせとお願いです。
あなたの財布に入っているクレジットカード、そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜならカードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすれば、あなたに現金がいくら戻るのか無料で確認できます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか今すぐご確認ください。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10-10。 はい、どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。お聞きの番組は FM93、AM1242。ラジオで聞いても、ラジオで聞いても、ラジコで聞いても、ラジコで聞いても、日本放送です。はい、メール、今日はね、はい、テーマメールがこんなところで丸々、はい、ということで。はい、ラジオネームコロコロコロスケさんです、はい、友人の結婚式で、新婦側の余興を頼んでいた仲間が酔っ払ってしまい、急遽カラオケで場をつなぐことになった新婦側の友人が、はい、当時人気だったアンリのオリビアを聴きながら歌い始めました、この曲、別れの曲で、結婚式には不適切だったのですが、歌っている本人は気持ちよさそうに熱唱して出会った頃はですよ。本当だね。わかれ、わかれ日だ。やめろ。やめろ、結婚式だぞ。お箱だからな。そうですよ。二度とかけてこないで。やめろ。結婚式だ。ダメだ。絶対ダメだよね。マイク切れ、マイク切れ。幻も、愛したの。好きだね。ノラちゃんも好きだね、それね。いやー、全部わかってる、ね、これはダメですね。ダメだね。オルビアダメだ。確かに。いい歌だけど、ね、本人も気持ちよくね、歌っちゃい、流行ってるし、ちょうどいいんだろうな、それもお箱なんでしょうけどね。替え歌とかにしてほしかったよね。そうですね、せめて。そうか、だからまずもお箱はいくつか持っとくべきだね。持っとくべきですね。ちゃんと冠婚葬祭全部いける。そうですね。葬式で歌うことないだろうけど。そうね、夜更けの電話、あなたでしょ。話すことなど何もない。絶対ダメ。やめて。絶対結婚式ダメですよ、それは。ダメダメ、考えましょう、うん、ね、曲入れる前にね、はい、さあ、じゃあもう一枚メールいきますか、はい、ラジオネームさすらえないじゅん、当時婚約中の彼からカツ丼屋さんで婚約指輪を渡されました。どうやら婚約指輪が出来上がったことが嬉しすぎて、早く渡したい気持ちが抑えられず、雰囲気やシチュエーションまで頭が回らなかったようです。熱々のカツ丼をバックに、一粒石の指輪が湯立っていました。正直マジかよと思いました。これが原因ではありませんが、その彼とは婚約破談になり、婚約破棄になり、この指輪もお返ししました。あら、はあ、いや、そうなんだ。すぐ見せたいって気持ちはわかるけどね。まあそうですね。出来上がったものとかさ、家族とかにもすぐ見せたいじゃない。そうか、なんかその落ち着いて、話せるところができたから今って思っちゃったんじゃない、なんか。だからあれだよね、このメール読む限りではさ、はい、世の中にカツ丼屋さんっていうさ、お店はさ、パッて思い浮かぶのがなんかこうチェーン店系のなんか、ね、ああ、そうですね、それしかないと思うんだよ、カツ丼屋さんって。とんかつ屋さんじゃないから。いいところでもね、いいところでもまああの辺かなっていうのはありますよね。あるでしょ、そこで渡すもんじゃないのは確かですよね。あとちょっとこう、何ですかね、その自分の嬉しさを優先してほしくないなっていうのはすごい。っていうことね。そう、もうちょっと30分待てば、出れるじゃない、お店っていう。そこのね、もらえる気持ちを一番に考えてほしい。そうだね。いやー、でもそれもでもね、あれだよ、おかしい話だよ。同じ飲食店ではあるわけよ。そのフルコースのお店で渡すのも、そうだけど、同じ飲食店ではあるからね。まあまあね。そうなんだよ。そうなって美味しいし。シチュエーションもね、やっぱり。
そしたらダメ、やっぱりこれはもう婚約破談になっちゃいましたから。まあそれが原因じゃないって書いてますけど、まあまあまあね、他にも同じようなことがいっぱいあったんですよ。そっか、この人もね、湯気がすごい覚えてるね、湯気のことをね。そうね、分かってあげたのかね、そこでね。湯気がふわーってね。カス丼の蓋を開けるように。指輪の蓋パカッて。ほら、蓋開けるようにね。あれもドキドキしますからね、カス丼の蓋開けるときも。結構表肉硬いな、みたいな。ワクワクしながらね。硬いね、開けちゃったんだ、それは。そんなでもね、一生話せますけどね。そう。でももう婚約なくなっちゃったから。そうなんだよね、これ結婚してたらね。結婚してたらよかったけどね。ずっとね、家族で言えるけども。たくさんメールありがとうございました。この後日本チャレンジアスリートをお送りします。日本チャレンジドアスリート、この時間はアース製薬がお送りします。Don't leave me tonight when the moon passes these trees. Don't leave me tonight, nighting alone. My arms are lonely, empty, nights are slender. My heart aspires to love. Don't leave me tonight, tell me you are still here. Don't leave me alone with sad tears. Let embrace me to show you always need me. And this doubt you still love me. Tears are falling in the darkness when listening to night sound. Through the night sound, listening to heartbeats. Love me to go sleep.小さい大きいなんてない。この地球上にはたくさんの命がある。
一つ一つの命、どれもが同じように尊い命、その大切な一つの命。小さい大きいなんてない、命に一つ一つ小さい大きいなんてない、どれもがでもなって時に、アースゴキジェットプロ速攻です。あ、財布にお金がないという状況で真っ先に思い浮かべるべき場所はん、ローソン。その通り、ローソン銀行の ATM ならほぼ全てのカードが使えます。真っ先にローソンだ。さあATM ならローソンへ。日本チャレンジドアスリート、この時間はトヨタがお送りしました。本日もそろそろお別れのお時間となりました。今週はプロ野球大好きウィーク、明日火曜日はタイガースファンの松村邦洋さんが登場、阪神の選手監督の声もたくさん登場するはず、水曜日はショックナイターの解説でもおなじみ里崎智也さん、野球よりもゴルフや漫画が好きなのではという声もあります。多趣味な里崎さんに野球の楽しみ方を伺います、はい、そして木曜日はジャイアンツファン代表の徳光和夫さん、そして金曜日の中垣ザラジオショーはファイブギャップがゲスト、うん、土曜日のサンドイッチマンザラジオショーサタデーは銀シャリの2人が出演となっています。そして来週は1時台に井上ポイント、2時台にラバーガールがやってきます、うん、ということで今日は感想も来てます、はい、ラジオネームあやふみていさん、竹山さんの急遽の代打会、はいはい、面白くて頼もしくてリスナーもほっとしました。 ありがとうございます、はい、巨人のユニフォームの話など、うん、野球の解説も分かりやすくて、どうも野球ウィークの今週竹山さんにはずっと出てほしいぐらいです。そうはいかないです。他の仕事もありますからねそうはいかないそうですね、うん、そうはいかないんですけども、はい、いや本当助かりました。いやいやこちらこそ、よかったこれって、ね、うん、2時台だけの予定だったのか、もう本当2時間以上ですね、もうね、ほとんどもう2時間以上今日出ていただきましたけども、うん、不思議な体験をしましたよ。でも不思議な体験、浜松町でラジオやってる途中に、はい、マネージャーに言われましたからラジオ中に向こうで聞いたんですね。向こうで聞いたんです。向こうで聞いて、今日ちょっと花さんが流血で調子悪いみたいで日本放送早めに有楽町に行きましょう。行きますか。いや本当助かりましたよ。本当ね、どうもね、ありがとうございました。楽しかった。でもね、のりちゃんも勉強になりました、うん、今日ね。勉強になりました。そのなんか楽しそうな、うん、なんか大会、うん、お祭りみたいな大会、オールスターのことかな。オールスター、明日から始まるよ。楽しそうな大会、明日から始まるんですか。そうです。テレビラジオもやるから。あ、ね、うん、ラジオももちろん日本放送さんやるでしょ。じゃあもう、うん、その時は垣根を越えて、そう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 、もうファンがどこでやってるんですか、球場は。だから明日は北海道ね。北海道、その次は神宮球場ね。神宮球場で、うん、はい、やってるんだって。オールスターね。オールスターが、そう、WBC 見てた、選手もいっぱい出てくるし、はい、だから中継も、ね、夕方5時50分から明日ありますから。あ、名前があんでね。名前があんだね。オールスターゲームとか、ね、オールパシフィック対パリーグ、ね、オールセントラル、セリーグね。オールスターだ。はい、ですね、ぜひ聞いていただきたいと思います。ありがとうございます、はい、ということで今日本当に竹山さんありがとうございました。ありがとうございました。ここまでのアイデアナイツの土屋信之と平野奈良とカンニング竹山でした。また明日。